これなんですね。これがテーマで、でこれが6ヶ月のテーマで、一発目は入院主義の第一冊目なんですね。あ、すごいすごいですね。6回セットなんですか。そうそうそう。でこれ彼のところで録画するんで、僕の方で無料で放映できないんですよね。有料なんですこれ。で第1冊目は「アメリカは不正な選挙と権威主義だが民主主義国家」っていうタイトルに書き直したんですね。本はほとんど書き直した。で火水木金ですね、5日間かけて書き直した。疲れましたよ。で日曜日の午後からですね。で8月はですね、まあ、しばらくはだから本書きはこれの元の原稿を直してるんでね、再出版しますけど、タイトルも変えて、中身も全然変えて再出版しますけど、2回目がですね、情報革命が進む北アジアと東南アジア民主主義で、これ、韓国抜けてるんですよ、韓国。で、あと、中国がですね、まあ、中国いいかな。北朝鮮がだいぶ変わってるんですよね。であと東南アジアだとマレーシアがマーティンに変わった。だから直すのに2週間はかかりますね。だからまあ1ヶ月はかかんないかな。だから次のヨーロッパは多少入れるけど、で7月はそれに時間使われる。で8月はですね、南アジアと中東でね、これはあんまり変わってないですね、情勢はね。だから8月は結構ヨーロッパできるかもしれないね。ヨーロッパあんまり中南アジア、アフリカはね、大統領が2人3人変わってるんで多少変更あるけど、基本的にこれらの国はあんまり変わらないですね。それから最後の欧米の民進、欧米ってまあざっくりしちゃってますけどね、いい加減に。まあアメリカですよね。でこれはラテンアメリカは、まあラブラドールが今回大統領になったけど、それ意識して書いてるんで、ラテンアメリカは今のまんまでも最新情報、いや大統領がメルクアルゼンチン、まあ大体こんなもんですね。だからアメリカと、ラテンアメリカとアメリカとカナダはめっちゃ変わらない。あと、欧米って、欧って書いてあるから、まあ、ちょうど10月だったら、ヨーロッパの、東ヨーロッパに西ヨーロッパを書き終えてるからちょうどいいと思います。これで、最後ワークショップで、6回のまとめ、5回のまとめ。でちょうどいい機会なんで、僕は全部もう一回資料をね、民主主義の本を、去年7月に出版したやつを、全部読み直して、一冊目はね、全部書き直したんですよ。これは大変だったね。どう大変だったかっていうのは、こういう感じですよね。これ今のこう原稿ね、書いた原稿。で、概略説明して、20冊この1年半で。ぐらいで書いてるんですね。で、まあこれ小説ですけど、でここから民主主義の話が始まるんですけど、まあ民主主義国はどうかっていう、で民主主義の定義ですね。これ前説明したように、まあ、報道の自由っていうのはこれは英語の場合で入ってない場合が多いんですけど、まあ入れますよね普通。それであと民主主義の特徴、フィーチャーですね。で、あとですね、ここからいろいろ考えたんですけどね、民主主義に日本の精神がその背景にあるよっていうことを書こうと思って入れたんですね。はい、まあ、ちょっとね、違和感があるんですよ、まだ。聞く人にとってね。うん、僕は別に今回のテーマでやってるからあんまり気にはならないんです。聞く人にとっては違和感があるんですね。まあ、本質的な勉強してきた、まあ、してきたっていう意味はないけど、
それから日本のトラディションですね、政治にはトラディション伝統があるんで、それが、まあ、政治の威厳がある。日本人は気が付いてないけど、やっぱり日本っていうのはやっぱり国自身に威厳があるんですよね、まあ、天皇家という。で、あとまあこれはあの明治以降の話ですけど、要するに儒学が日本の精神の根底にあるってことはあんまり皆さん感じてないけどっていう話です。で、その背景には五輪五条、三度五輪五条が、まあ今教えてるやつね、今民主主義の背景にありますよ。聞いてる人はどういうふうに取りますかね。民主主義の話聞きたのに関係ねえなっていう。であと民主主義の背景として、まあソクラテスがね死刑になったっていうの、選挙なんかやったって正しい人を選べるじゃないかって、その内容ってソクラテス言って、まあ、死刑になったんですよ。で、民主主義の4つの柱って、これ前教えましたけど、政府ですね、それから裁判所、それから議会で報道ですね。でこれ今トランプがこの、司法ねをニュートラルな人を辞めちゃったんで、彼が多分司法に介入しようとしてますよね。今実際のあの、ロシアの選挙の不法介入の裁判では、まあ、彼が介入しようとしてますからね。そんなこと、あと民主主義の欠点で、ともかくこれアメリカですけど、やたら金かかるって。で、オバマで6億ドル使ってるんですよね。まあ、ケインが3億ドルですけど、これも、ものすごい金ですよね。だから、オリガルキっていうか、ごく少数のね、連中に対して、そのサービスせざるを得ないですよね。それが最大の欠点。日本はそういうことないんですけど、日本は そういうことないんですけど、政府と官僚っていうのがあって、まあ、特に官僚が企業とするんで天下りを意識して、国民に不利なことをいろいろやったりしますけど、政府そのものは僕はあんまりアメリカと比較した場合に、そのなんていうかな、あんまり批判するようなことはしてないような気がするんですよね。結構まとも、要するに他と比較するとまともだっていういろいろ悪口言いますけどね、あれはリクルで。あと、まあアメリカはトランプが出てくる前は加藤政治でしたね、この写真みたいな。ただ今でも加藤政治で、さすがのトランプも手出せない。まあ彼はいろいろもうトランプについて批判してきましたけど、あの方は今までのその、なんていうかな、トラディショナルなコンサーバティブな体制を崩壊させたいんですよね。これも含めて、まあ、彼がどこまでできるかっていうとかなり疑問ですけど、そういうことですよね。だから崩壊させた後どうするのかっていうのは本人もあんまり考えてなくて、まあ、ある意味ではその革命をしないで起こそうとしてるのかもしれませんね、彼は。で、あと、まあ、ここでは一番最後のところに、あのバーニー・サンダースがアメリカの健康保険がひどいって書いたんで、でアメリカの健康保険はこの30年ぐらいで8倍ぐらい高くなったんですね、費用がね。は知りませんでしたね。コストがこの高くなって8倍ぐらいだから、この30年ぐらいで賃金は 16% しか、で GDP が 160% しか上昇しないのに、国家のね、結構健康保険の出費が8倍ぐらいになって、これやっぱり看護婦とかね、医者とか製薬会社とか医療保険会社とか、まあ医療システムとかっていうのアメリカ政府でもメス入れて、今トランプケアやろうとしてるけど、結局手入れられメスが入らないですよね。トランプの場合にはもう産業以上の字書いたらもう読めないんで、からそういう字を読む文化ないんで、オバマケアって膨大な資料ですから、彼はいつまでたっても理解できない。だからコストを下げて品質良くしようっていう指示命令してても、そんなことできるわけないですよね。あと、加藤政治よね。先生政治。オーソリタリアンってディクテーターシップって言ったりしてますけど、これはオーソリタリアン。オーソリタリアンは僕はね、権威主義って訳して、
独裁政治って訳してないんですよね、括弧で入れてる場合もありますけど。で、トランプを支持してるのは、トランプがオーソリタリアンかっていうとかなり微妙なんですけども、オーソリタリアンの権威主義者たち、主義者を好きな人たちが支持してるのは事実ですね。で、日本は欠陥がある。これは日本はね、報道を規制してるんですね、政府は。NHK をはじめ。報道にね、プレッシャーかけてる。それからね、あとね、変な習性で、外国人のいろいろ、国連のね、報道官来たりするとですね、なんていうのかな。彼らの発言を隠蔽しようとするんですよね、慰安婦とか。もっと膝を詰めて話をする、こう、英語がきちんとできる日本人がいないのかもしれませんね。例えば、慰安婦の本なんか、僕の本なんか、主要な大使館の人にまたあげるじゃないですか。彼らはね、やっぱプライドが高すぎてさ、今まで帰ってきたことを否定されると拒否するんですよね。だからまあ、トランプみたいなこう、ぶち壊すっていう、そういうふうなパワーの政治家なんか日本にはありえないし、まあ、トランプがやって何でもあんなぶち壊していくっていうのを、NAFTA とかね、TPP とかって。まあ、それはそれで僕は最近、ああ、なるほど、こういうふうな考え方もあるんだなって。いわゆる革命をしない革命ですよね。日本にはやっぱりそういうのが必要ですよね。こんなのそうですよね。で、ハイブリッドレジームっていうのは独裁政治と民主主義の混同しているやつですね。ロシアがそうですね。で、世界どういうふうな分布になっているかって。ギリシャの民主主義、これすごくたくさん資料読んで勉強したの。直接選挙制でね、400人の代表を選んでたんですね。人口40万で、市民はその10分の1か4万人ですね。で、ローマもね、同じですけど、ローマの場合は、直接選挙じゃなくて、これは確か間接選挙だったと思うんですよね。そう、確か地域ごとに選んで、その選ばれた人が、元老院を選んだんじゃなかったかな。そうですよね。領土が広すぎるから、地位ごとで代表を選んで、それが元老院300人で、護衛官、護民官ってまあ、大臣とか総理大臣ですよね、10人いたんですね。これだから、帝政から、それから共和制ローマになって、それから帝政になると王政から共和制になって帝政になって、帝政になっても紀元前40年ですけど、これちょっと調べたほうがいいですよね。確かですね、直接選挙はありえないよね。地方、それぞれ地方で選んだ代表が300人の元老を選んだんです。まあ、領土はすごく広い。で、あと余分ですけど、EU って最近出てきてあります。これは国家じゃないですね。バルファキスがもういろいろ、中国とかね、シンガポールとかドイツはね、EU を国家とみなしていろいろ言うけど、国家の意見なんか言えないんだって言ってるのもその通りですよね。これ EU っていうのは財務大臣の集合で意思決定はできないですよね。それがちょっとでかくなりすぎちゃってるような気がありますけど。で、アメリカの選挙は本当にフェアじゃないんですよね、これ。やっぱりこれ180カ国中65位、議会選挙はダメだって言うんですよね、世界は。だからいろんな端々からボロが出てくるんでしょうね。で、ここに入ってるクリントンとかサンダーズの、寄付金の集め方もそうですけど、まあ、お金自由に集めて、自由に使えるんですよね。それからあと、スーパー大議員って、共和党ですけど、これも15%は共和党。彼ら別に選ばれてんじゃなくて、上院下院の議員とかね、それから党のトップとかがこうなるんですけど、勝手にまあ、自分の意向に沿って投票できるんですよね。まあ、そう、ある意味では、民主主義、これ悪いっていう人多いんですけど、僕は逆にそうじゃなくて、どこだっけな、カナダなんかそうですけど、上院って議員で100人いるんですけど、これは全部それぞれのこう州から代表で選ばれた人がなってると、要するに
インテレクチャルですよね、インテレクチャル。で、選挙で選ばれた人は必ずしも正しい人を選ぶわけじゃないですから、だからそういう意味ではこう、きちんとトラディショナルにコンサーバティに選ばれた人がやっぱりその判断、政治判断に関与するっていうことは僕は大事だと思うんですよね。そういう意味ではカナダなんかの上院なんかは正しいですよね。だから民主党こういうふうなこう選ばれ方っていうのはある意味では僕は正しいと思うんですよね。全てが全て選挙で選ばれた人がいいっていうわけじゃないんですね。それから選挙ってやっぱ不正操作があったんですね。これビデオからの、カットですけど、なんかその地域じゃない人に、その地域住んでない人にバスに乗ってきて、なんか投票したっていうのはこれおかしいじゃないかって監視委員会の無責任者が見つけたんですっていう、そういう話を、このですね、コミッショナーっていうか、選挙のね、ニューヨーク市の選挙のコミッショナーが言ってるんですね。アラン・シュリキンっていう人が言ってるんですね。下、文章書いてありますね。なんか見ず知らずの人が来て選挙したけど、変じゃないかって。これはなんか、途中でもみ消されたのかなんかわかんないけど、どっか行っちゃってるんですけどね。僕、絶対あったっていう感じですよね、これは。それからヒラリーですけど、3万通の違法メールね。3万3000って。CIA 長官はですね、CIA のファイルをちょっと見せただけで2年間の懲役になりましたけど、彼女は機密をです。スマートフォンをなんかハンマーで電話を叩き壊して証拠隠滅した。で、いろんなこと言ってるけど、やっぱこの人はやっぱ悪者ですよね。罪にならなかったって、やっぱアメリカってすごいですよね。力関係で罪をもみ消しちゃうんですね。あと、投票システムがやっぱりいい加減なシステムになっていて、まあ、古い機械が入ってるっていう。で、これなんか一つの例ですけど、D ボルトの設備を、機械を置いたところっていうのはね、何か知らんけど、ケリーが負けてるんですよね。D ボルトなんかの投票機械って、これはニューヨークの、国会議員の誰かが前に出た。後ろかな、ケン・ブラックウェルがその株主、大株主なんですけど、これがどうも株操作、投資を操作してみたいな感じですよね。まあ、下に書いてあるオハイオ、フロリダ、オハイオ、ニューメキシコ、コロラド、ネバダ、アイオワ。で、ここは、ケリーが勝ってるんですよね。あ、ブッシュが勝ってるんですよ。オハイオなんかも完全にですね、これそうですけどね、ミスティングボードって。17万4千票がどっか行っちゃってるんですよね。これ、このぐらいの数字確かケリー負けてるんですよね。だから、本当はね、ブッシュは負けたんじゃないですかね。これもギリギリだっていうの分かってて、D ボルトとかいろいろこう、不正操作して、やったんでしょうね。ちょっとの差だから、やっぱりある不要は不正操作すれば勝っちゃうんですよね。オハイオなんか典型的になんか悪いことしたみたいですね。これはクリントン2016年で、左が紙の予想と実績ですけど、紙でやったね、投票したところの手術の実績ですけど、右側は、D ボルトみたいな機械で投票結果ですね。で、青が予想で、右が実績ですけども、10% も違ってるんですよね。クリントン勝ってるって言うんですよ。これクリントンの票。これは逆にミシガンかな。ミシガンでは、事前ではね、クリントン勝つよって言ってたんですけど、蓋開けてみたら大幅に、勝つよって言うので、それ嘘で、バーニー・サンダースが勝ったって、そういう、あれですね。これフェイクニュースですね。これは、ケイリー・アンの嘘つきですね。それからオバマがイラク難民の入国禁止措置があったみたいなこととか、嘘ついてるんですね、彼女は。これが罪にならないっていうのは不思議ですよね。本当のフェイクですね、これ。あと大統領就任演説ですけど、まあ立派なこと言ってますよ。だけどハフィントンポストの直前ですよ、11月7日ですから。直前の、
アンケートではもう完璧にクリントン勝ちだって言ったんですね。だから、当選した時はトランプは自分が勝つと思ってなかったんですよね、奥さんも。で、慌てていろんな大使だから、大使館の数埋まんなかった、いろいろ大使館、大使の数埋まんなかった、いろいろポスト空いてるのは、やっぱり何も準備してなかったんですよね。だけど彼が言ってることは誰か言ったらあれですよ、なんだっけな、なんつったかな、そう忘れちゃったけど、立派なこと書いてますよね。だから彼の考えるビジョンって立派なんですよね。まあ、ただその、やろうとしてることがあまりにもその、ここでは常識では現実的ないって書いてあると、本当は常識っていうか革命をしようとしてるんですよね。ちょっと変なところありますけどね、アメリカファーストとかね。全てぶち壊そうとしてるのが正しいんですよね。まあ、そういう意味では、まあ、何が何でもこう、まあ、そのためにこう弊害とかいろいろありますけどね。まあ、どっちがいいか分からない。まあ、失敗、変なところもありますけどね。まあ、あれだけ支持して、38%も支持してるから、それね、彼をその新しいアメリカを、新しい世界を作りたいと思ってる人はそれだけいるんでしょうね。それでもトラディショナルにそっとしておいてほしい、変えてほしくないっていう人は55%いるんですよね。そういう意味では、まあ、彼の支持とか考え方って適正なんでしょうな。だからもう、世界の革命をしたいっていうのはトランプですね。どうも、動き見てると。まあ、話、就任演説改めて聞いてみるとそういう感じですね。だからそういうことだから、もう強引にやってるんですね。独裁主義者だっていう人も出てくるんですね。UC バークリーの教授なんかそうですね。報道を無視する。それからイスラム教徒をスケープゴートに批判してる。嘘をつく。ロシアの選挙介入を一緒にやってたのね。で、彼を批判する人を攻撃する。家族を組織の重要なポジションにつける。まあ、確かにこれはオーソリタリアンの特徴です、の一部ですよね。でも彼はオーソリタリアンかと、じゃあ司法侵害してるとか、しようとしてますけどね。して、なんかこう悪いことしてるかというと、特にやってないんですよね。だから三権分立はしっかりしてる国だから、彼は一生懸命それを侵害しようとするけど、やっぱりそれは侵害しきれないですよね。で、これはクニピャックっていう大学、よくこういうことやるんですけど、クニピャックってなんかいくつか引用したことありますけど、まあ、世界の1%の人口の90が99%の負を独占してるってバーニーサンダース言ってますけど、それに対してこのイディオットっていうのはバカですね。インコンペテント、無能ですね。ライアー、嘘つき、アンクオリファイド、まあ、なんとアンクオリファイド、質が悪い、イグノラント、イグノラント、無視する、なんていうの、イグノラント、無視、あ、無学、ごめん、無学。それから、アンクオリファイドって質が悪いんじゃないのかな。質が悪いじゃない、的確じゃない、不的確だ、ごめん。アスホール、これは間抜けですね。スチューピッド、同じですね。ブーリー、いじめっ子、ガキ大将。クラウン、クラウンは道化師、ディスオネスト、正直じゃない。ビゴット、ビゴットね、頑固者。まあ、そうでしょうな。みんな言ってますよ、いや、イディオットとか。あと、なんて。あれ？マゴットってなんかしまいました。あ、マゴット、ウジ虫野郎。マゴットって言ったやついなかったかな？いたやつけど。まあ、そういうことですね。それから、ね、あとはこれ、アメリカの上院議員のジェフ・フレイクっていう立派な方ですけど、ハーバード大学の講演でですね、今回、ジュディシャリーで、ね、誰か一人辞めたんですよね。で、彼はそれを司法侵害して、何を侵害しようとしてるか、ロシアの選挙の介入、ミューラー特別審議官ですか、審査官の介入して辞めさせようとしたり、FBI の長官をクビにしたりしてるんですよね。で、
そういうふうな人に介入しようとしてる。だから結局、国を守るというか自分を守るためにやってるんで、ちょっと見方を変えたらね、自分の反対派閥の政治家を監獄に入れることも彼はやりかねないってこの人は言ってるんで、まあそうですよね、自分を守るために司法を使ってるのは悪いことしてるからね。これは自己民主主義で、自己民主主義でね、まあ、よく考えてて、これは一度議論したけど、まあ、それが民主主義の一つの方向性として、まあ、我々も学べるだろうっていうね。で、ここでも日本の民主主義ってやっぱり、先週勉強した三徳、それからその三富稲造の武士というのを背景にあるんですよね。だから日本人は40%しか民主主義じゃないしか認めてませんけど、でもやっぱり日本の国の中でしか知らないんですよね。日本はそういうふうな精神文化が他国と全く違った素晴らしいものを持ってるっていう認識がないんですね、日本人は。で、あとはデビッド・ケイが前に特別報道官で、報告官で国連から派遣されて、日本のね、慰安婦なんかの時も彼来てやったんですけど、前何だったんだろう、クマラスマンが来て調査して日本のことを散々悪く書いたんですけど、あの時も結局政府が協力しなかったんですよね。だから要するに左寄りの人たちがいろいろ吹き込んだままでやってっちゃったんですね。だからそういうふうな政府がこういう人たちを、まあ、ないがしろにするっていうか、そういう傾向が強いんですね。だからこの人たちって意外と固くなって批判するんですけど、でも実際にはですね、日本っていうのは社会主義国なんですよね。で、根底にあるのはこれ最後のスライドですけど、やっぱり仁義礼智信っていうかね、仏教、道教、儒教が、ちょっとなんかおかしくない？仏教、道教、儒教、神道、ぶっ通したんじゃない？神道。これが ぶっ通されちゃいますね、神道。あるんですね。で、こういうふうな重たいものがあるんで、まあ、日本の民主が成り立ってるよっていう、そういう説明ですね。40枚ぐらい。これ社会人の人が来る大学なんですね。あ、そうそうそう。だからちょっとね、民主主義の説明と違って偏ってるんですね。だからどういう反応を示しますかね。いや、私これ、特になんていうんですか、日本、まあ社会人の人とか、まあ私自身が、まあ会社にいますけど、まあ自分の、状況に寄せて考えると、こう日本とか日本の会社が特に国内じゃなくて、日本の外に出て何かをしようとするときには、もうこれがないと、必ずどっかで行き詰まるっていうか、限界が出てきちゃこうれと。がないというのは日本の精神のこと言ってるの？いや、まあ、今、雲野塾でやってる日本の精神が一つと、まあ、それをもって理解しようとするその世界の民主主義っていうか、それぞれの国がどういう体制でこの国を今運営しているのかとか、まあ、あともともとやってた、まあ、いわゆるリベラルアーツみたいな、まあ、そういうのも含めてリベラルアーツを外に向けてこう理解して使えるような、そういうこう教育とか、その勉強する機会っていうか、そういうものをちゃんと使いましょうっていう意識がないと、最近は自分もやってて思うんですけど、まあ、わからない。これが必要だっていうのは、
わかだこれ今企業、うん、企業に入るとまあ普通、まあ普通というかあんまりこういう機会に触れないとやっぱり会社の中のことだけでこう瞬時しちゃうと思うんですよね。まあそうですね。国の人はこういうことを考えてるかというと国の人もまあ官僚の組織の中のいろんなまあしがらみとかルールがあるし、まあ、政治家はまあ政治屋さんとしてやってるし、こういうそのリベラルアーツを使ってまあことを動かすと、ことを進めるみたいなことができる人っていうのは、まあ、もしかしたら国内だと日本のことを知っているいわゆるそのコンサルとかシンクタンクみたいな人たちやってるのかもしれないですけど、海外出たら日本のことだけ知っててもわかんないですから、やっぱり、全然トンチンカンなこと言っちゃったりするんですよね。なんとか総研とかなんとかリサーチとか、うん、まあこれ今説明している資料っていうのは海外のに日本人を置いて日本を見た時の民主主義の歴史と民主主義なんだよね、うん、海外こういう視点やっぱり視点からの非常に大事です。だ元は英語だからね、だからどうしてもそういうな海外のちょっとなんか海外の視点で見た海外の視点で見たかな、なんかおかしいな、なんだろう。どうなんですかね。海外、うん、海外から見たでもいいし、日本が海外を見るときの視点でもいいし、その日本人が日本の中で、その、なんていうんですかね、雑学として勉強するっていうんじゃなくて、そうですね、特に海外に向けてあるいは海外で何かをするときにこれはまあ なくてはならない。要するに何言いたかって、日本に住んでるとさ、日本人は民主主義でも何でも日本にいるから民主主義が悪いとかあれダメだとかって言うんですよね。で僕はこの1年間その世界の民主主義を勉強してきたから、日本の民主主義はこんな素晴らしい国でないって言うんですよね。それだから何ていうのかな、その日本の民主主義というのはですね、どこが違うんだろうって考えると、やっぱりその日本の精神なんですよね。これはずば抜けてあの鋭いものを持ってるんですよね。それがやっぱりあの日本人だからこう何ていうかな、分かんないっていうのかな、あの分かんないですよね。だからそういうふうなところから見た日本の民主主義なんですよね。なんていうのかな、海外から見たんでもないですよね。やっぱり日本人が知らない世界の民主主義っていうか、日本人が知らない、そう書いてあるんですね。ここにタイトル入れといたらいいかもしれないね。ここにさ、日本人の知らない、こういうことだよね。これちょっとさ、なんかこっちの方がいいのかな、真ん中の方がいいのかな、こういうか、こういうことなんですよね、きっとね。いやー、そうだと思います。これが本当にブレイクスルーなんだと思うんですよね、うん、日本人が知らないんですよね。だから僕はこれ説明すると海野さん間違えてるんですよって言うんですよね。ここに出てたら次の新しい今回の本を捨ててまた新しく書き直してるんですよね。アメリカは不正な選挙と権威主義だな。タイトルはこれよりも、ね、こっちが正しいんですけど、でもこっちの方がなんか売れそうな気がするんですよ、ね、日本人が知らない日本の民主主義といいかな、まあ、このシリーズの名前ですよね。いやいや、一冊本みんな
シリーズはね、英語の世界から見た民主主義だ、全部。で、毎回本のタイトルを最近変えてるんですよね。うん。どっちが、日本人が知らない日本の民主主義がいいのかな。どっちがいいのか分かんない。あ、この下の、下のタイトルですか。英語の世界から学ぶ。うん、そう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 。民主主義のところ。これが本の、今度新しい書き換えた本のタイトルだけど、今回公演はこういうタイトルなのね。うん。どっちがいいのか、日本人が知らない民主主義の方がいいのかな。アメリカおかしい。まあ、こっちの方がいいのかもしれないね。英語の世界から学ぶってやめて、サブタイトルを日本人が知らない日本の民主主義、日本人が知らない世界の民主主義、そういうふうにした方がいいかもしれないね。うん。日本人が知らない世界。英語の世界から。世界いらないか。民主主義だけでいいか。こういうのしようか。この方がいいんですよね。これどこにあるの？全部入れてあるの。ああ。どうしよう。あれ？英語の世界から、あれ？学ぶだよね。そうだ。このさ、パワーポイントってさ、最近これ作ったんですけど、これね。はい、昨日、一日かけて。これ、もう機能は最近どんどん追加されてきてわけわかんないですよね。これパワーポイントも置き換えできるんじゃないですか。どこに？できませんでしたっけ。どこに？ホームの一番右側に置換っていうのありますよ。置き換え。ああなるほど。言ってるよかった。あれ。今、ホームですけど。あれ、うん、できるかもしれない。あれ、はい、なんでこうなっちゃう。これいくつだっけ ?16 だっけ。どこだ。あ、光悦のところに置き換え出てくるの。ほんと？そんな枚数ないから。あ、大きさ違うわ、これ。12か。14か。こんなでかかったか。あ、そうだ。あ、そうか。あなた言ってるのを置き換えを やったらどうだっていうのね。どこにどこにあるって？光悦。光悦。あ、そのパワーポイントのところです。光悦。パワーポイントの中のスライドショーのところ。あ、光悦。ここに。あ、ないですね。あれ？こっちでしょ？これじゃないの？この検索のさ、置き換えじゃないの？あ、これパワーポイント、あ、そうなんですか。うん、それでね、検索する文字列、こうやってあるじゃないですか。こうやってあるじゃないですか。ね？すげえ。これが変更したら無理でしょ？ねえ。
できるのかな、これで。あ、でも、今、どうなんだろう。32個控えたって。32個控えたってよ。前の方ダブっちゃってないですかね。もう後ろ見、まず後ろから。大きく合ってる。すごいね、高橋君。で、これ下の方が信用して、あなたが言う通りで前の方はどうですかね。ダブってたし、ね。ちゃんとダブってない。これはね、出してないんですよ。この最初のさ、右側の上の富士山のやつはね、この一番は出すけど、二番目以下はね、出してない。出してないとたまたま出ない。これフォーム、どのフォーム使ったの、これ出てんだよね。どのフォームを使ってんだかわかんないんだよね。フォームがいっぱいあって。だこれ、英語の世界から学ぶ日本人が知らない民衆。これいいじゃんね。ずっと残りのタイトル全部ね。上タイトル変えて。これ話聞いてどうですか。いやー、私はいつも聞いてるんで、違和感がない。ないですね。でも一般のこれが一般の日本人はこういうアプローチをされるこう研修とかこうコースってないと思うんですけど、だこれが普段何も知らないで仕事してるとこういうのを意識しないんだと思うんですよ。そのこういうものが必要だとか仕事とかで必要だっていうのを意識できるチャンスがあんまりないんですけど。で、これ、こういう、こう、雑学は雑学、仕事は仕事みたいに切り離されちゃうパターンがなんか多いような気がするんですけど、これを、その仕事のど真ん中っていうか、もう根底に置いてやっていくみたいなことが大事なんだっていうのを気づけるかどうかだと思うんですよね。どうすれば気づけないのかね。もう、どうなんですかね。アメリカングレートアゲインで帽子探してきたの。メイドインチャイナですよね、これ。そう、メイドインチャイナ。トランプ関係、関心ないの、どうでもいいと思ってるからね。どうやったら気づくんですかね。そう言って、というかね、私はもう毎日それを痛感しながら仕事ができる、まあ、環境にあるので、あとはそう、まあ熟成だからね。まあ、これ説明したらどうやって一般大衆は反応するのかな。まあ、批判する人もいるだろうし。いや、でもこういう意識改革をしようという大学に来られる方だから、やっぱり普通のこう企業研修の相手と意識のレベルは少し違うんじゃないですか。まあだいぶ違うだろうね。だからまあカンマンセンスで聞こうっていう気持ちはないよね。でもこれまた毎月作るって気が重いよね、これ。大変ですよ、正直言って。まあ、これが明日話す内容ね。いや、私は7月から、うん、日本の東京にも一つこうポジションができてですね、うん、まあ、今やってるその海外のこう事業開発の一応部署ができて、まあ、今までそのグローバル事業部、まあ、国際事業部の中の、うん、拠点ごとにこう箱が作られてたんで、東京オフィスとかシンガポールオフィスとか、うん、その東京の方にこの海外の新規事業をやるっていう、まあ、舞台ができて、でそこも
兼務することになったんですけど、で23日の週に一回日本に出張することになっててですね、そこで今の添田さん、事業部長と、まあ、後半ちょっと話をする予定なんですけど、まあ今までも、まあ、その添田さんが新しく事業部長になってからまだ1回しか直接話してない、会って話はしてないんですけど、まあやろうとしてることはまあよく分かったと、まあ他の人からチラチラ聞いてたみたいなんですけど、まあよく分かんなくて、まあやっぱり直接やってる人に聞くとよく分かると、でこの活動はまあやるべきだというふうに考えを持っていただいてですね、今やってるこの活動って何？私が今他の人と一緒にチームでやっているそのベトナムとかバングラとかミャンマーでの活動ですね。これはまあやる会社としてやるべきだと、まあ、ちょっと時間かかるかもしれないけど、まあこれをやらずして海外の事業を伸ばすチャンスは他にないと、今のところ、まあやろうということで新しく部署を作ってそっちも一応兼務することになったんですけど、23日の週にそのもう一回改めて説明をするんです、まあどういうことをやっていくかと、まあどういう、まあ誰にどういうことをやってもらうかとか、その時に私一つ言いたいなと思ってるのが、とにかくまあ何をやるかっていうその内容自体はまあいくらでも自分でまあ説明できるんですけど、それを実際に進めていこうと思ったら、やっぱり一人でやるのはやっぱりこう限界もありますし、チームとして会社としてやっていくんだったら、他の人も含めてどうこの組織としてちゃんと力強くやっていけるかなんですけど、その時にはやっぱり今の、まあ、東京にいる人とか駐在してる人とかなかなか外に出ると戦えないんですよね、まあ、とにかくその一つは人材開発というかその高度なその海外で事業を開拓するのに必要な力をこう習得していける土台を持てるような人材開発がなければ、まあ、すぐに頭打ちになってしまうと、これをやるんだったら人材開発やらないと厳しいと、これをやる以上は人材開発もセットでやるべきだっていうのは言いたいなと思ってるんです、その人材開発って人材開発ってのはその新入社員とか若手社員 の人材とか能力開発じゃなくて、本当にこう実践的に事業を進めていくのに必要な人たちをどうやってこうトレーニングしていくかっていうことだと思うんですけど、まあ、まさにこの運の塾で私が勉強しているようなことをやる必要があると思っててですね、私がまあ何年か海外でやっている活動にチャンスを見出してくれるのだとしたら、まあ、それをこの後進めていこうとするんだったらそういう研修をやらないとやる意味がないぐらいのことを言おうかなと思ってて気をつけないとね、理解じゃないとです。まあ高橋頑張るよっていうのはまあ頑張るは頑張るんですけど、いや私一人が頑張ったところで、その事業部長からまあ高橋だけにそれが講習集中してしまうのは会社としてはやっぱりリスクだと。だまあ私が。ちょっと待って。はい。はい、運動ですけど。
例えば何？今ダメです。今学校中、授業中、5時過ぎまで。5時過ぎまで。何か用件あったらメールくれ。今、5時まで学校だから。はい。はい。はい、ごめん。はい、何？いいよ。研修とかトレーニングをぜひしてほしいと。高橋がやってることを高橋だけがやってたり、その、私が、高橋がいないとなんかできないっていうのは会社としてリスクだから、うん、まあ他の人にもちゃんとその内容をフォローしてもらえるように、そのリスクヘッジという意味でもしていきたいっていうんですけど、もしそれをやるんだとしたら、別に私のその外で知り合った人たちとのネットワークとかを引き継いだところで、うん、何も意味がなくて。まあそうだよね、その誰を知ってるとか誰と会えるっていうのがこうポイントじゃなくて、その人とどう話をしてるかとか、なんでその人と話ができるようになったかとか、それは例えば北川さんであれば宇野さんから紹介してもらわなければ、その会える機会のないような人たちだったりするので、なんでそういう人たちに会えるようになったのかとか、会った時に多少なりともその興味を持ってもらえてるからこそ、その後話を聞いてもらえるわけで、うん、それを他の人たちにこうやってもらおうとするんだったら、今のままではとにかく英語が拙いと、うん、やっぱり宇野さんもおっしゃってるんですけど、非常にこう致命的な問題でですね、うん、海外外に出ていろいろ打ち合わせしても、やっぱもうボロボロなんですよね。まあそうでしょう、日頃から使ってなるわけがないからね。そうなんですよ。だから TOEIC が何点とかっていうのと別に全然違いますよ、ね、全然こう自分の言葉として使いこなせてないというか、うん、まあ語彙がこの範囲だったら、この範囲でだけだったら自分の伝えたいことを伝えきれる自信を持ってるかどうかってやっぱり大きくて、うん、英語で話し出すと途端にこう自信のなさが露呈して、うん、本当にワークショップとかやっても青色吐息なんですよね。それをまあ見透かされちゃうので、打ち合わせでこうリードできないんですよ、やっぱり。だからまずはその使える英語というか、少なくとも自分はここまでは話しきれるぞっていう英語力を持ってもらわないと、まあ私もその人のことを言えたあれじゃないんですけど、そういうこうトレーニングを積める環境じゃないと、やってても全然こう進んでいかないと思うんですよ。まあ英会話学校でも上級コースの上がないからね。そうそう、企業の社内でも今まで英語のコースってあるんですけど、どうしてんですかね皆さん。ダメなんですよね、やっても。なぜその英会話上級コースの上をやらないんですかね。そうすると単なる英会話じゃなくなっちゃうからだと思うんですよね、うん、いやその基本的な英語だったらなんか雑談、まあ、基本的な文法とか単語とかをこう学校形式で勉強しますとか、まあ、マンツーマンもありますけど、まあ、少し上の人はちょっと雑談をして、その会話力を身につけましょうって、身につくわけないんですよね、そういうので、うん、その上位の仕組みになる、その研修になると、何なんですかね、単なる英語のお勉強だけじゃなくなるから、こうその研修をやるような部門がだけじゃこう取り扱えないんで。いや前もさ、僕に研修のね、検討した会社あるけど、結局ね、なんかわけは多分ね、研修をね、依頼してくる責任者が分かんないんじゃないですかね。うん、いわゆるその能力開発部とか、そうそうそう、人材開発部っていうところだと分かんないと思うんですよ。分かんないんだよね、英語力を
例えば TOEIC で800点取りましょうとか、それは分かりやすいんですけど、で実際に事業をやっている人からして、どういう英語力が必要なのかっていうのは人材開発部とかの人も分かんないんですよね。分かんないんだと思うんだよね。だからそんなんじゃ全然ダメだよと思ってるんだけど、だからちょっと どこまで話聞いてもらえるか分かんないんですけど、まあ、本当にその運の塾に来てるとかっていうのとは、まあ、それは切り離して考えたとしても、やっぱりその会社で海外の事業開発を本気でやりたいんだったら、結果的にやっぱ宇野塾でやってるようなことを勉強してもらわないと、私としては、うん、そうだよね、確かに外出てきてもらっても、確かに、あなた言う通り、絵の役にも立たないと。うん、その通りだね、僕もそう思う。それを今回、まあ、改め、ちょうど東京でのポジションまたなんか作られたので、もう一回その添田さんに進言したいなと思ってますけど、まあ、僕のやってることが一般的に認知されてるわけじゃないんでね、それは理解してる人は理解できるんだろう。これがその宇野塾でやってることが、その日本にいてでも海外に出てでも世界とこうやり取りをして何かを進めていくっていうのに必要なものなんだとしたら、まあ、もしそういうことをこういわゆるそのいろんな人が認知しているような状況だったら、結果的にこんな状況にはなってないはずで。あ、そうだよね、その通り、その通りなんですよね。やっぱりその英語をディスカッションしてちゃんとこう使えるようにしてもらうっていうのと、あとは日本の精神とか民主主義でやってる、それをどうやって仕事でこう仕事の真ん中に置いてやっていけるかっていうのが、一つ大事だと思うんですよね。まあ、そうだね、そういうことですよね。これパワーポイントでぼかすことできたっけ、これ前の後ろの写真を。ぼか、あ、できます。図の普通、あ、私 Windows ですけど、ダブルクリックすると、あ、その右の画像ってところ、あ、分かった、ダブルクリックあるよ、はい、あ、あっていてこないな、この上の上のバーのところにある画像っていうところ、この上のバー、その右側ですね、これ一番もっと右、もっと右です、ここじゃないの、あ、これ、その、はいはい、この、あ、その画像です、画像。画像？図形とかテキスト、はいはい。これ違うよ、これ。画像ってなんかこれ、なんか画像を入れる機能。ああ、違う。これが、このことじゃないの？あなた言ってるの。カットテキスト画像。あ、図の書式設定ですかね。書式か。あれ、それの一番右はどうですか、ね、図の色、図の、あ、これだよ、図の、こっち違いますね、あ、図の透明度じゃないですか、図の鮮やかさ、あれ、今いじっちゃった、あれ、図の透明度を、図の透明度、どこに、その下の矢印のとこ、もう一個下の、あ、はい、あ、これだ、あ、これだ、これ入れちゃうとなんかあれだね、なんか変だね、やっぱりねやっぱり入れようと思ったけど変だね、くしょうがないな、あれ、なるほど、できるけど、
いいか。いいんじゃないですか。いいか、これで。同じ大きさにした方がいいな。うん、それで続けて。いや、なので、23日の週に、その話をもう一回したいなと思ってます。いいんじゃないですか。で、まあ、あなた話し下手じゃないから、あれだけど、まあ、できればその、僕の考えてる無用の用をね、はい、理解してもらえたらありがたいよね。いや、本当にそうですね。私自身もそうなんですけど、なんか、こう ちょっと焦っちゃってるのかもしれないですけど、うん、まあ、今までの活動である程度のところまではこう話を持ってこれてるという気はしてるんですけど、その最後の一押しというか最後の一歩というか、うん、その今やってるのってもう会社として事業の体制ができてて、でこういう品物とかこういうサービスの契約にサインしてもらえさえすれば、まあ、お客さんがいて、まあ、ライバルは いると思うんですけど、まあ、お客さんがもうそれを使うってことはある程度分かっててっていう状況ではなくて、うん、まあ、これからその事業を作ったり、まあ、現地法人を作っていったり、でそのベトナムみたいなところでその仕組み自体を国が今作ろうとしててっていう時に、まあ、そのホーチミンの例えばバスの事業に参画をすると、でその後それをベースにこう将来の事業をこう広げていくという、うん、そういう活動の中である程度のところまで話をこう持ってこれてると思う。そうだね、うん、最後そのもう一歩それをこう実現させるためには、うん、なんかそこはまあちょっと難しいんですよね。まあだけど物事を決めるっていうのは 99% の最後の 1% がなかなか押し切れないんですよね。うん、そうなんですよね。それは自分、まあ結局は自分が何かしてもっと大きな動きを作るきっかけを作れればっていうことなのかもしれないですけど、ちょっと具体的な話になっちゃうんですけど、ホーチミンのそのバスに決済の仕組みを入れるっていう入札はですね、入札の当局は今また新たに再入札をするという申請をホーチミンの人民会の方にも提出はしてるみたいなんですけど、ただホーチミンの人民会の上の方から、なんかいろんなプレッシャーがかかっていて、その入札当局は我々、まあ、クアンさんがもかなり仲良かったりするので、うんうん、まあ、我々の有利な条件をこう入れてくれようとしてるんですけど、うん、その上の方に行くとそうではない人も一部やっぱりいて、うん、で、こっちに勝たせろと。別々に競争させてどっちかを取るみたいなことではなくて、こっちの方の会社も入れなさいと、うん、むしろまあそっちを勝たせろみたいなことを言ってる一部の人もいて、で技術的になんか裏付けがあるわけじゃないんですよ。まあ大きな会社なんですけど、
その人たちが今まで付き合ってたあのシンガポールの会社があるんですけど、うん、その会社も今こっち側に我々の方についてもらっちゃったので、うん、彼らとしては技術的なそのシステムを作って導入する手立てが今のところないんですよ。うん、何もかかわらず、まあ、とにかくそこに取らせろと。うん、で、クアンさんは多分悩んでると思うんですよ。悩んでるというか、まあ、思案してるというか、まあ、それで昨日打ち合わせ話してきたんですけど、うん、なんていうんですかね。まあ、一つは、そこと組んで、まあ一人勝ちはできないですけど、まあ会社の規模で言えば、ITD、現地の会社の規模で言えば、ITD よりもずっと大きいので、うんうん、まあ、そこに取らせてその下でこうサポートするとか、うん、あるいは、その大きな会社と同じぐらいの会社を連れてきて、もう真っ向から張り合うとか、うん、まあ、とはいえその自分たちより大きな会社を連れてくるっていうことは、まあ、当然そっちにこういろんな主導権を取られてしまうことになるので、うん、まあ、ただ全部を失うよりはいいだろうという考え方もありますし、うん、ただ技術的には今日本のあの JREM からもいろんなノウハウとかそのアドバイザーリーをしてもらうためのこう話は今進めていたりとか、実際のシステムはシンガポールで実績のある会社のやつを使おうとか、まあ投資の規模も十分今確保できているので、お金のファイナンスの面でも技術的な面でも、まあ、その政治的にも名前が知られてないわけではないので。うん。あなたとは？と、我々と、ITD のチームっていうことであれば、ホーチミン市の人民会の中でも一応、まあ認知はされているので、うん、取れればやりきれる状況には今なってるんですけど、うんうん、まあ、それよりも大きい技術、のバックグラウンドのない会社が、まあ、政治的にアプローチをしてとにかくこっちに取らせると、でそれに、まあ、なんて言うんですかね、クアンさんもまだ態度を決めかねてるところなんですよね。でもベトナムの、まあ、大きな都市であるホーチミン市とか、まあ、ホーチミン市に圧力をかけてるのは中央政府かもしれないですけど、まあ、とにかく政治的なことだけでこうそういう技術的な経験の必要な分野のやつを決めてしまうと、まあ、やっぱり結果ろくなことにはならないっていうのは、他のベトナムの他の、まあ、ハノイとかで先行事例がもうたくさんあるんですよね。あ、クアンさんはホーチミン市のさ、政府の役員、どこら辺までコネがあるの？かなりあるの？そうですね。こう、その、担当部局の局長ぐらいまでは、うん、普段から話をしている関係です、うん。それでもその横やり入れてくるのはもっと上の方なの？まあそうですね。うん、僕は日本政府の場合はね、科学やってる時は科学課長、はい、歴代ものすごく親しくしてたよ、はい、今でも付き合ってる人いるけど。そうなんです。普通であればそのレベルで十分決められる規模の内容だと思うんですけど、うんうん、それが中央政府とかホーチミン市の一部の上の方から、うん、なんかプレッシャーがかかっちゃってるみたいなんですよね。ああ、そう。
僕はそれ以上上ですね、局長。局長ね、まあ時々はあったけどね。日本はね、そういうふうな汚職みたいなのないからね、あんまり上の方までたどってもたどらないといけないってことはなかったんだね。そう、なんか汚職まではいかないんですけど、なんていうか、その人のつながりとか人脈とかコネとか、まあそれは何かを円滑に進めるときも必要だと思うんですけど、まあ全くそっちにこう振り切っちゃった形でこう政策の決定をするっていうのは結構無茶だと思うんですよね。で、じゃあそういう時に一応日本の会社として、まあ、JICA とか政府機関と話をしている、話ができるという期待もされているので、それは一応できる限りのことは今知っていてですね、ホーチミンって東京とかシンガポールとか香港とかと違って、違うというのは日本とかはもう路線がもともとあって、でそこに、電子決済のサービスを入れて効率を図りましょうとか、さらに利便性を高めましょうとか、そういう目的もかなりあったと思うんですけど、ホーチミンみたいなところってまだ鉄道全然ないですし、バスもバラバラにこう走っているので、いわゆる公共交通網って全然ない状態で、そういう決済を入れるっていうのは目的がやっぱりちょっと違っていてですね、普通の人はみんなバイク乗ってるんですけど、だんだん車を持つ人も増えてきてて、とにかくもう渋滞がひどくてですね、ろくに移動できない時もあったり、バイクとかバスの排気ガスの問題とか、とにかくこう都市圏が拡大しないみたいな課題があって、政府としてはその公共交通の分担率、利用率を高めて、渋滞を削減して、大気汚染が、排気ガスがもっとこれ以上こう悪化しないようにして、でもっと人が移動して住んだり仕事をしたりっていう、その町としての機能を向上していかなきゃいけないという、そういう大きな政策目標を持ってて、それを手始めに、バスに電子決済を入れて、バスの料金のお金の流れをちゃんと透明化して、そうしないとどっかにお金がどんどん流れていっちゃってるので、運転手さんの懐に入ったりとか、バス会社がちょろまかしたりとか、ああ、そういうことね。ホーチミン市は直接収受した料金って今把握できてなくて、バス会社経由になっちゃってるんですよ。ああ、そう言ってそのたバス会ね。社の申請に対して補助金を出してるんですけど、全部でざっくりその料金、収受する料金は40億円ぐらいあって、で結果的に政府の補助金がそこに40億円ついて、80億円のバス事業の予算が一応実質ホーチミン市はあるっていうことになるんですけど、その80億円かけてやってるほどのサービスには全く見えないと。だからまずはお金の流れを透明化させるために電子決済を入れて、バス会社経由じゃなくてホーチミン市の交通局が直接それを管理することに変えると。で、バスが今3000台ぐらいあって、20社ぐらい、バス会社があるんですけど、会社形態になってなくて、全部組合とか寄り合い組織、いわゆるパパママ経営なので、あ、そうなん。会社にもまだなってないんですよ。だから、そバれスぞれ会社個人が？のバス打ちが？合いで、そうバなんス。です、バスを持ってる人のところに人が集まったりとか。だから、それだと、もう、
健全なその公共交通サービスが提供できないので、うん、そのお金を予算をちゃんと管理してバス会社を統廃合して、うん、で必要なお金をちゃんと手当てしてそれで投資を、まあ、新しいバスを買い替えるとか、うん、バスの中にちゃんとエアコンが効くようにするとか、うん、で時刻通りに走らせるような仕組みを作るとか、うん、まあ、そういうことをすることによって、まあ、今 バイクに乗れない人しかバスに乗らないっていうイメージなんですけど、うん、まあ、積極的にバイクからバスに乗り換えてもらえる環境を作りたいと、うん、でそうすれば、まあ、鉄道が来た時に、うん、鉄道沿線のフィーダーバスとか、うん、その公共交通網っていうのをちゃんと作れるようになって、うん、でとはいえバス停とかその駅にアクセスするには依然としてバイクが当面必要になるので、うん、その新しい路線公共交通網に合わせて、うん、駐輪場を作ったり、うん、あのバイクの置き場所を作ったり、うん、まあ、そういう配置を新たにしていきたいと。それさ、コンサルタントいるんじゃないの？コンサルタントはですね、いるんですけど、今のところあの、その鉄道のプロジェクトは、日本がホーチミンメトロ1号線っていうのは、一番最初に走らせる予定なんですけど、うん、その ODA のプロジェクトは、線路を引いてトンネルを掘って、電車を置いて走らせる、そこまでの役割しか持ってないんですよ。うんうん、で、まあ、一応その路線はもうどこを通るって決まっていて、駅がどこに、うん、作られるか決まってるんですけど、うん、その駅前開発とかは他の国のデベロッパーにも取られちゃって、土地は取られちゃって。あ、そうなんで、じゃあ、その沿線の路線開発とか、うん、路線開発を含めた都市計画とか、うん、都市開発、を作る活動があるかというと、うん、まあ、今のところまだそういうの立ち上がってなくて、うん、今までその都市開発のコンサルの人たちと、まあ、線路を引きますとかバスのルートを作りますとか、うん、そういうそこまでの範囲 で、うん、でそこにホーチミン市が本当にしたいことは何かっていうと、そのバス会社の経営改善も含めて公共サービスを底上げしていきたいっていうことが、まあ、やりたいことなんですけど。でもそれを、それをサポートしてるコンサルタント会社ないんだよね。ないんですよ。それを今、まあ、我々だけでは当然できないんですけど、うん、そういう範囲でプロジェクトのスコープを作って、それに必要な会社、日本からだけじゃなくて、うん、まあ、シンガポールとか現地のそのクアンさんの会社と協力してこういう機能をこのチームで作って、うん、ホーチミン市に対してそういう開発の提案をしたり、うん、その一部その上物というかその決済システムとかバスの運行管理システムとかそういうものをホーチミン市の代わりにいわゆる PPP の形で運営していきますよと、うん、まあ、ついてはだから少しそこにこう効果のあった上積みの部分から売り上げをシェアしてくださいという、うん、まあ、PPP の形でいったらどうかと、うん、もう足元でバスはその PPP でやろうということに決まっているので、うん、せっかくバスで PPP を作るんだったらそれをうまく広げていったらどうですかという。それは誰と話してるの？向こうの課長クラスと話してるの？それをですね、ホーチミン市の交通局と話してるに、まあ、クワッさんと持ち込んでいて、あ、日本側の経産省が少しそういう、まあ、少し前広な体制を作って、うん、まず、うん、現地側と合意形成をしながら、うん、具体的に一つ一つプロジェクトを立てていこうっていう、うん、そういう活動にお金を出してもいいよっていう、うん、まあ、枠があってです、うん、
まあ、それに今応募しようとして、まあ、現地側と日本側で当然その都市開発のコンサルとか、うん、まあ、事業再生を含めたバス事業をやってる会社とか、うん、でまあ、現地はプアンさんとシステムはシンガポールとっていうことを考えていて、うん、一応我々のチームであればバスに決済の仕組みを入れるだけじゃなくて、うん、その次とかその次の次もこういう体制でやっていく用意がありますよっていう活動は一応してはいるんですけど、うん、まあ、果たしてそのベトナム現地のそのいろんなディシジョンメイキングのプロセスにどこまでその影響を与えられるかっていうのはまだ分からなくてですね、うんうん、だもっとそれを効果的に進めていくには何か考えたり、何かこうちょっと足りないというか、このままだと最後の一歩行くか行かないか分からないと確信持ってまだできてないっていうのが本音なんですよ。なるほど。本社の方に、本社の方に言ってないですけど、うん、でこれホーチミンだけじゃなくってですね、ハノイもそうですし、うん、ヤンゴンもそうですし、バングラデシュのダッカも大体同じような状況があってですね、うん、同じような状況っていうのはその公共サービスに IT のサービスを入れたいとかそれだけじゃなくて、まちづくり全体にそれをその起爆剤にしていきたいと、うん、ただ現地にはそういう技術を持った会社もそういう構想ができる会社もいないので、まあ、そこはじゃあ日本勢がこうそのチームアップをして、日本の会社だけじゃなくてインターナショナルチームを作ってサポートしていこうと、うん、いうことをできる、まあ、素地はあるんですけれども、まあ、それと別に現地独特のその政治的なプロセスがあり、まあ、現地企業が、まあ、まだそこまで、やっぱり現地側のプロセスに半分取り込まれているところがあるので、うん、まあ、それでもまあ信頼してこう話をしてくれたり、相談を向けてくれたり、うん、してくれるんですけど、まあ、まだこうその話を進めるのに十分かというと、まあ、多分そうじゃないだろう。まだこうもっと踏み込める余地はあるんだろうなと思う、うんうん、その関係をもっと強化するのに、まあ、もしかしたら久野さんが最近おっしゃってる、とにかくもうこうジェントルマンズアグリーメントだけじゃなくて、物理的に資本関係を持ってやっていくっていう決定を本側というか、この会社みたいなところをやっていかないと話が進まないということなのかもしれない。やっぱりあなたの会社の規模だったらね、はい、小川さんのところに対する出資とさ、はい、だからそういう類の事業の競合会社含めた資本提携、はい、そういうことを考えていかないといけないんだろうな。それはやっぱりさ、バングラデシュもそうだし、民族資本とさ、はい、どうやって噛み込んでやっていくのかっていうことをね、はい、で今のやり方ではスケールが小さすぎちゃって、あなた自身気がつかない、政府の立場から見たらさ、はい、あなたの存在って小さいんだよね、まだ、うん、どうでもいいんだね。だからそれはやっぱり公共事業だったら、ある程度政府にこうドミナントできるような体制を考えていかないと、うん、今後どんどん大きなプロジェクト取れないね。そうなんですよ。だそれはさ、あなたの社長が言う300億の新しい事業ってのは、うん、そこに鍵があってさ、うん、今までみたいなその仕事を取るって発想からね、はい、人
桁増やすにはその政府とかその国にもっと関わりを持つ必要があるっていうのはあなたの方から本社に提言しなくちゃいけないんじゃないの？そうですね、うん、今のなのでそのこの事業をこの活動を成功させるのにもう極端にこれとこれっていう条件を挙げるとすればそういう投資戦略的もっと意味のあるお金を使えるかどうかと、まあ、それを支えるこう人材をちゃんとトレーニングしていけるかどうか。ああそうそうそう、だからその2つだと思う。人材と投資ですよね。その実際にその会社に相手の会社にパートナーの会社を本当のパートナーにするために意味のあるお金を使えるかどうかと、うん、それをまあ、お金を入れるプロセスもそうですし、うん、入れてからもそうですし、その会社とちゃんと本当に膝を詰めて話ができるか、それを政府に持っていって政府側と話ができるか、でそれを本社側とかその海外の拠点で支える、少なくとも本社側の人材がいるかどうかっていうのが、うん、多分その2つが大事なんだろうなと。そうですよ、だからね、それは例えばさ、いくらでも耳チック考えられるんですよ。でもそれじゃあさ、今のあなたの心配は解決できないね。会社の中でね、うん、生存していくのとさ、会社をどうやって発展させるのかと全然違うからね。うん、あなたは本当に会社を発展させていきたいんだったら、うん、やっぱある程度かけていかないと、かけビッとね、うん、していかないと、やっぱ今の状況だと絶対勝てないんですよ。例えば、うん、たまたまバスのシステムをラッキーで取ったなんていうのはさ、ラッキーなんでね。そうです。これから一桁上、例えば今言った80億円投資のうち、うちに20億円よこせみたいな、うん、それぐらいの仕事は取れないんですよね。だ多分そういう、例えばですけど、そのスケールとして80億のうち20億もらえ、自信持ってくれと言えるような体制があればこそ最初のプロジェクトを取れるっていう、そうそうそうだと思うかなと思うんですよね。だから僕がよく言ってる、この間知人優勉強したけど、はい、知人優優ですよね、うん、役員の全部反対するけど社長と会長が賛成するのはそこなんですよね、うん、みんなサラリーマンでそれを怖くて言えないでしょ、うんね、怖くて。でも今俺が言ってるようなことをしないとさ、ベトナムもミャンマーもさ、バングラもないんですよね。そうなんですよ。それをやるかどうかですよね。会社にかける気があるかどうか。いや、少なくともそういう判断をしますかしませんかっていうのをこう問えるネタは揃っていると。うん、なんか話聞いてて、なんかそれ揃えられそうだね。最初のそのバスの決済システムに入札するっていう決断をしてもらうのも実は大変だったんですけど、まあ、今その次のもう一桁増やしますか増やしませんかと、だからまあ私自身がそのもう一つ、まあ、もう一桁上の事業に自分を進められるかどうか。まあやっぱりトランプなんか僕最近ずっと見てて本も2冊も書いちゃったけど、うん、彼はね本当のあの人イディオットで、さっき説明した通りさ、うん、おかしなやつなんだけど、彼やろうとしてるのはどうもね、うん、革命なんですよね、うん、要するにね、いいかどうか分かんないけど、旧体制、旧体制を崩壊させようっていうのは彼の考えなんだ、どうも、うん、それよくもましくもね、もう全部壊したいと、ゼロからやり直したって。今まで既存の権利を持ってる人はさ、手放したくないわけですよ、うん、それで大騒ぎしてるんだよ。で彼はもともと当選したのは、そのエスタブリシメントを排除しようとかね、うん、オリガルキを壊そうということで彼は当然したんだけど、それはオリガルキにしたって、その既得権益業者にしても手放さないわな、うん、それで彼は敵をいっぱい作りながら、なぜ 38% も味方がいるのかって、それなんだよね、うん、
ただ本人は本当に教養のない男なんで、まあ、尊敬されないんだけど、でもやろうとしてることは、意図はそういうことなんでね。それも、ちょっと、ちょっと待っていいや、俺もちょっといい。そういうことなんですよね。だから今のその国が変わろうとしてるとか、新しいこう展開しようとしてくると、既得権益とその新しい勢力が当然そこに入り乱れてくるんだろうけど、やっぱり勝っていくにはそれだけのパワーをやっぱりその地域地域にね、持っていく。だからもしくはその大きなところにそのくっついてやっていくのか、何らかのそういうことをしない限り、その噛み込んではいけないと思うんですよね。アメリカの大統領でさえできないんだから。はい、その大きなところについてやっていくっていうのは、まあ、半分自分たちで主体的にそういう、 こう次の一桁大きい事業をやっていく権利を半分放棄しているようなもんだと思うんですよ。うん、それはそうです。もしかしたらその一桁じゃなくても、マクワンさんの会社としても、もしかしたら 10%、20%、この15年、この先15年、10%、20% 確保できるっていうのは、まあ、死活問題なのかもしれないですけど、だそれで本当にいいのかっていう、マクワンさんのところにも、もう一桁一緒にこう成長しようよっていう、ふうに思ってもらえないといけないと思うんですよね。うん、だそういうことを言うには、少なくとも我々自身がそういう覚悟を決めて話をしなきゃいけないんですけど、さっき宇野さんの講演資料、ああいうことをど真ん中に置いて仕事をしていかなきゃいけないっていうのは、私としてはですね、まさに今この今の状況で次のもう一桁上の事業にステップアップできるかどうかを考えるためには、やっぱ宇野さんのその講演資料とか、宇野塾にやってる内容がまさに大事が必要になるところだと思うんですよね。まあ人材面ね、その場面って特に別にその技術の知識があるとか、そのファイナンスの知識があるとか、まあ、そういうんじゃないんですよ。いや、物の考え方はね、だから要するに僕の授業を受けてないとさ、既存のやっぱりやり方っていうか、そのプロジェクトを提案して仕事を取っていくようなやり方に固執してしまうでしょ。それだよね。もっとさ、ビッグスケールって考えていく習慣つけないといけないわけ、いけないわけですよ。それが普通の生活だったら身につかない。日常業務の中に生活が埋もれちゃってるから。だからそれぞれの人が持ってるカマンセンスでね、ことを日本の国内的な発想で世界を何とかしようと思っちゃうわけですよね。うん、それできないね。だから日本はかつてはオーナーの会社がね、そういう海外進出やって成功してるケースあるけど、サラリーマン的な発想だったら海外の事業って負けたんや。そうですね。うちの、そのトップアンホームズも
香港、シンガポール、タイ、スリランカって30年、40年なんですけど、その作った当時の人はそういう方だったと思うんですよね。その戦時中の方、まあ、満州の領事とかやってた方なんですけど、だそれはもう明らかにその後違ってきていて、まあ、国内の事業をこう着実に伸ばしていくという意味でのこう手腕を発揮された方はいっぱいいるんですけど、うん、ちょっと違うわな、海外。30年、40年の海外拠点があって、一方で 10年とか5年とか、そういう社歴の海外拠点ってないんですよ。うん、30年前、40年前に作ったきりなんですよ。ただ、その3、40年前に作った会社は、それぞれ、まあ、タイであれば、国民 ID とか、パスポートとか、去年はだから国際事業の利益の9割はそこが稼いでたりするんですけど、そういう、こう、スケールの仕事をできた人は3、40年前にいたんですけど、その後は続いてないと。そういうことなんだよね。だから、別にそれやった人が給料を多く取ったとかね、うん、偉くなったっていうんじゃない、ないんだけど、企業っていうのはそういうふうな、こう、ずば抜けてスケールの大きな人がいたからね、会社は存続できたわけですよ。これは彼はそれでもっていい思いしたかどうか別にしてね、でもそういう人がいなきゃ会社って存続できないですよね。だからその知人優の優が必要なんです。だ自分の例えばポジションを守ろうとしてね、仕事をしたら絶対そんなようなことはしないですよ。だからそういうことして偉くなった人はね、そういう発言に対して敏感に反応するんですよ。サラリーマンでこじまりやってきた人はそういう意見に反対するんですよ。でもそれで今この間まで事業部長だった平林さんはもともとは事業部長になるまではこうスケールを大きく持ちたいという気持ちだけは持っていて、うん、でそれを社、まあ、会長が見て引き上げたところあるんですけど、うん、事業者になっちゃったらちょっとこうこじんまりしちゃって、そうだね、でまあ外されちゃったんですけど、うん、今事業部長に新しくなった人は、まあ、宇野さんも前あった営業から来た添田さんなんですけど、うん、一応この分野の、まあ、あれがやってる活動はやるべきだというふうには思ってくれていて、うん、であとは私からや多分やらなきゃいけないのはこれを進めるのに必要なその心構えっていうのはどういうものなのかっていうのを私自身が言っても説得力ないので、うん、そこをなんとか宇野さんの力をお借りしてこの会社をですね変えて、会社を変えるというかその海外での日本チームの存在感をもう一歩進められたらなと、うん、そのためには多分というか宇野さんのそのやっていただいていることが多分不可欠だと思います。それができないと、まあ、もしかしたらコロンと入札取れるかもしれないですけど、その後きっとまた続かないだろうなという気がしています。うん、まあ、それはねありがたいよね。僕もそういうことができればね。なるほど。だ今言ったことですよ、僕は。だからあなたの今持ってるその課題っていうのはね、もうそこまで来ちゃってるから、まあ、その一つの壁を越えるにはね、うん、提案書だけじゃダメでさ、そうです、もっとビッグスケールって考えてダメだって。最近本当にあれですね、宇野塾でやってる言葉をこう頭に思い浮かべながら、ここはどういう、 こう我慢すべきところなのか、その知人優の考え方が今必要なんだろうなと思いながら、そういう内容を頭に浮かべて仕事をする場面がなんか増えてきましたね。今までは技術的なこととか、まあ、専門知識が必要な
ことっていうのも、まあ、割とあったんですけど、今はそういうことよりもちょっと対極的にどういう心構えでいかなきゃいけないかっていうのも、そうだ、今まだそれを自分が実践するっていうのは、まあ、これからやっていかなきゃいけない課題だなという気がしました。それはね、やっぱりね、大変なことですよ。なんていうか、とんでもなくね、ここに書いてある今この画面に出て後年の木ってあるでしょ、後年の木、やっぱこれがね、日本人に今ないんですよね。みんな後年の木って、広大な宇宙に身を置いた壮大な精神、広大な宇宙に身を置いた壮大な精神、これ儒教、うん、ね、だから三千里の魚とか鳥とかね、三千里、うん、そういうビッグスケールでものを考えていくっていうね、今の人ってゆとりがないんですよ。僕はその今YouTube にアップしたちょっと立ち止まってゆっくり考えろよっていう、そういうね、うん、あれですよ。だからそのためにはやっぱりさ、まあ、僕は今までどちらかというと人間としてはトランプに近いことをやってきたんですけど、もちろん失敗もいっぱいやったけどさ、でもそれはそれなりにやっぱり大きく変化しますよね、周りがね。まあトランプみたいにグローバルレベルでやったことはないけど、例えばナフタみたいにもう25年も経ったらもう錆びちゃってしょうもないから壊そうよって、なんでそんなこと言うのみたいにみんな思いますよね。でも確かによく冷静にゼロベースで考えたら、メキシコにアメリカの会社の工場なんかね、なくたっていいよなみたいに、アメリカのブルーカラーを何で俺が守んだみたいな、もうそういうふうにゼロベースで考えたらその通りで、うん、じゃあ工場アメリカを持つよって、メキシコどうなって知ったことじゃねえよって、それはゼロからしてもう一回やり直そうよっていう、あいつの言ってることはね、うん、僕の革新的なマインドからするとまともなんですよね、うん、でもコンサーバティブなさ、従来のその ちまちました連中からするとさ、目くじら立ってね、カナダみたいに、でも何なんだこいつはみたいになっちゃうんですけどね。だからもっとそのビッグマインドでものを考えろよっていうと、あいつの言ってることわかるんだ。だから気をつけなきゃいけないのはね、僕はいつもあなたに言ってるようにさ、浮いちゃうと困るんだよね、うん、だ日本はこの、やっぱりその冒頭に言ったように、その日本の民主主義の冒頭に言ったようにね、そのトラディションの上に あるんですね、日本の革新さがね、うん、どこに書いてあるここかな、要するにね、こういうふうな日本の精神っていうその、まあ、のトラディショナルなものがね、上にある、これだこれだ、日本の伝統があるんですよね。伝統とかトラディショナルなものっていうか、保守的なものが基盤にあった、その上で革新的なものを考えないとダメなんですよ。だからこれリベラルアーツって、儒学っていうのはトラディションだから、うん、トラディションから外れちゃいけないんですよね。保守的な伝統の上に培われた革新性っていうのは、でトランプにはそれがないんだよね、保守的な伝統って。アメリカそのまま伝統ないからね、だからまあイディオットになっちゃうんですよね。それは自分にちゃんとこう後ろめたくなく威厳を持って立ち振る舞えるかどうかとか、それ相手に対しての尊敬の念を持ってやっていけるとか、まあ、ただ踏み込まなきゃいけない覚悟は決めなきゃいけないとか、うん、そうそう、だからその前も言ったように、あれなんていうの、英語でなんていうんだろうな、背筋をピンと伸ばしたね、そういう姿勢っていうのがやっぱりないとね、ダメなんですよね。それがね、日本のね、伝統なんですよね。威厳ってなんでつくのかなと思ったら、伝統を守ってるとなんか威厳がつくんですよね。なぜで威厳がつくかというと、伝統ってやっぱり1000でも2000でも続いたもんじゃないですか。それはやっぱり伊達に続いてるんじゃないんだよね。だから儒学が2500年もずっと同じことを繰り返し言ってきたっていうのは、
それなりにやっぱりその軸がしっかりしてるんだね。軸がしっかりしっかりしてるものって背筋が芯棒が通るんですよね。それ、すごい、発見というと正しくないかもしれないですけど、そうですよ。いや、今まで、その威厳は大事だとか、威厳を持てとか、いや、じゃあどうやって持てばいいんですかって全然聞いたことも、そうかと思ったこともなかったですけど、今話聞くとなるほどと思いますけど。1000年も2000年も続いてきた。例えば天皇家が2000年続いてきたでしょ。はい。あれ威厳なんですよ。毎回何十年も何百年も繰り返し来たっていうことはね、間違いがないんです。それがトラディション。トラディションというのは一つの信奉ですね。信奉が2000年も続いたってものすごくしっかりしてるわけで、世界でも2000年もその皇族が続いた国って日本しかないんですよ。なるほど。だから日本の保守的な伝統ってのは大事なんですね。それが日本の精神の根底にあるんですよ。これが日本の伝統です。それが政治についても文化についても何についても日本の伝統が、それをやっぱりね、日本が戦争に負けてね、ウォーギルドインフォメーションプログラムで捨て去られちゃったんですね。いや、今誰も知らないですね。確かに、その関係を知ってる人はないですね。だから馬鹿じゃないのって僕は毎回言ってるんですよ。天皇家のね、天皇の一日朝起きてから寝るまでね、オンラインで、YouTube じゃないけどね、報道したらいいんですよね。そしたらもう日本の国はものすごく良くなる。ものすごく良くなる。だってこんな立派な人が世の中にいるのかって、世界でもあんな立派な人天皇しかいないでしょ。ね？それすごい発見ですよ。伝統と威厳。伝統と威厳ですね。そうです。それがあれば、要は僕言うのは、一緒に歩いてて、あんたどこ見てんのって、当たり前、前に歩ってる女のケツしか見てない。それはね、男みんなそうでも、天皇陛下はそうしない。そういうしないの。それはね、やっぱすごいですよね。向こうから歩いてくる女のおっぱいなんか見ませんからね。それはすごいですよ。で、僕は女房行って、僕が歩いてくる女の人のおっぱい、あんなでかいの、なんで入れないのって聞いたりしますからね。天皇陛下そんなこと聞きませんよ。立派なんですよ。だからそういうふうな、ね、伝統、だから威厳、それは威厳。そうですね。だから日本人はね、そういう威厳さの素地がある。だから日本政治の威厳さがあるんじゃなくて、威厳を持てる素地があるって言ったのと同じ。こういうふうに言ってるけど、本当はないのかもしれないけど、威厳の伝統ですよね。それをやっぱり宇野塾で教えてるんですよ。そういうものがあって、そういうことを絶えず頭の中で反芻しながらね、三徳は何だってことを勉強しないかん、そういうことですよね。23日の週は1週間いる予定なんですけど、事業部長がですね、後半の方に来る予定で、香港から。25、26、27あたりなんですけど、もし、いや、まず私話をしなきゃいけないと思ってるんですけど、もし、先に話して、ぜひ会ってほしい、うんのさんに、まあ、一回会っていただいてると思うんですけど、もし調整できたりしたら、お時間いただくことって、全然構いませんよ。25、水木金のどっかだと思うんですけど、どこでもいいですよ。空いてるから。25、27日、ちょっと午後、医者のアポが入ってるけど、27あ、でも日。25だけはあれですね。25はあ、ないけど、宇野27。塾終わった後だったら大丈夫あ、食事？ですか。夕方とか、食事だったら26、27大丈夫よ。ちょっと聞いてます。どうですか、タイミングとしては大丈夫ですかね。もう少し私が自分で踏ん張って。いやいや、そんなことないよ。もうそのタイミングっていうか、僕はさっき言ったの心構えの話で、別にタイミングは関係ないよ。思った時に思ったことをするのは正しいんだ。それはそうだよ。わかりました。あとちょっね、と。やっぱり人生はね、
すぐ年取ってるからね、だから僕みたいにずっと年がら年中むちゃくちゃやってきて、こうやって今まで来たけどさ、やっぱりそういうふうにやったからといって、もちろん損したのもあるよ、うん、だけどね、でもそれはね、やっぱりね、やっぱりやってきてよかったっていう、よかったことの方が多いよね、うん、それはやっぱり平凡な連中からの上司から足引っ張られたりしたことはもう何度もあるよ。うん、だけどさ、そんなのしたことじゃないよね、うん、でもだからといってそのあなたをクビにするってことはないと思うんですよね、うん、でやっぱり見てる人はちゃんと見てるんでね、あ、分かってる人は分かってるんだよね。だそれは上に行くほど俺の言ってることは理解するんだよね、社長とか会長とか。だから専務あたりは俺を嫌ったりするんだよね。なぜかというと、あと2年で俺は定年できるなんて思って、このどっかに思ってる人は私を嫌うんだよね。トランプが嫌われるのと一緒で、うん、壊したくないんだよね。買いたくないんだよ。要するに売り上げ伸ばせだけど買いたくない、そのことありえないんだよね。もちろん投資したから何も起こらないとか失敗するってことあるよ。俺はしょっちゅうあるけど、株投資で下がるとかね、そんなことしょっちゅうあるよ。それはチャレンジしなきゃ分かんないんだよね。だから相手の、例えば僕はそのあなたのベトナム政府の高官の気持ち分かんないって言ったら、それはもう競合会社だったら競合会社に資本投資するよってやるしかないんだよね。そんなのさ、やっぱりそれやらなかったら労組なんだよね、うん、あなた心配してるけど、うん、本当です取れない、それは取れなくていいってなったらそれでいいけど、ダブルダウンって言うんだけど、倍返ししていくね、立場弱くなった、まあ、しょうがないよね。だから僕なんか管轄長止まりだったけど、局長まで付き合ったことあるけど、やっぱりそれも収賄じゃないけど、やっぱりエコひいきは当然あるわけですよね。前の防衛問題でもアクセンチャー負けちゃったけどさ、 NEC に取られたけど、やっぱり癒着だよね。後で彼ら収賄罪でみんな捕まったけどね、うん、癒着ですよ。そこら辺のところはどうやって勝つのかって言ったら、それは仕方ないよね。そういうことしていかねえけど、そうですね、その辺のこうやっぱ対局に立った時に、まあ一桁将来二桁伸ばしていくとか、現地で新たに事業をちゃんと現地に噛み込んでやっていくっていう、それをやるっていうことはどういうことをするという意味なのかとか、まあそういうのをぜひ宇野さんからご教示いただければ、うん、まあ僕の話は食事しながらの方がいいと思うんだよね。シラムで名前聞いてて、なんかさ、この人頭おかしいんじゃないかと疑われる可能性あるからね、ちょっと先入ってる、わーすごいなと思ってくれるかもしれない。ちょっとね、薬が来すぎちゃうんですよね。うん、まあいいんじゃない。それはだから僕はあなたの考え方間違ってるわけじゃなくて、まあ海外長いからね、うん、俺はよく分かる。だから僕は明日の話は心配してるのは、こうした話が通じるかなってちょっと心配だよね。、うん、まあ、いや今社長、この間社長、うちの社長に、うん、JR メカトロニクスの社長に会ってもらって、うん、で、まあ、ベトナムの件でこうしてるので、この後こうしていきましょうって話を、うん、まあ、相田さんにも言ってもらって、やってきたんですけど、相田さんは、まあ、ポイント、なんかこう、なんとなく理解はしてくれてて、うん、で、社長も巻き込んで、改めてちゃんとやっていきたいということを社長にも伝えていただいているので、うん、何かこうまた事業部長とか社長へのこう進言というのも多少しやすくなるのかなという期待をしているんですけど、うんうん、まあね、まあ、そういうこともいいことだよね。ちょっと先やるかも、そんなとこかな。だから僕は次のステップはやっぱり、はい、そういうことをしなきゃね、ダメだよっていう。はい、わかりました。ありがとうございます。
これ最後なんですよね。三徳の前に先週やった先週やった格物致知ね、これはすごく大事なんで、もう一回ちょっと簡単に言っとくと、朱子学と嫁が学と違って、物に至りて後に知至るというのと、嫁学の物を正して後に知至るって2つあって、物に至るっていうのは物の本質を見抜くってことね。例えば竹をじっくり見て、竹の本質の原理を極めて、それによってその、実態をね、理解するっていう、物通りを体得するっていうことなんですけども、じゃあ嫁学の物を正してっていうのは、コレクト、マインドムーブメント、要するに心の動きをね正す、要するに心、物じゃなくて自分の心をですね、きちんとね正しをする、心、外じゃなくて心をね、きちんとね自分の心を正しくすることによって、地に至るってことは、前、あれですよね、良知っていう、人が生まれながら持っている是非善悪を誤らない正しい知恵が出てくるっていうことで、その時に僕が言ったのは、人が生まれながらに持っている是非善悪を誤らない正しい知恵なんてなくて、是非善悪を誤らないっていうのは、三と五輪五常っていうのを後でね、後知恵して、知識を身につけた知恵のことを言ったら、人が生まれながらに持っているのはその善の心で、その善の心に何が正しいか何が間違っているかっていうことを、やっぱり学習した上でその領地ですね、地に至るという、そういうことですね。それが格物致知なんで、これ何度勉強してもですね忘れちゃう。それからあと、心即理というね、園田が好きな言葉ですけど、心即理、心、理っていうのは道理、原理、心は心の中に原理が備わっている、道理が備わっている、心即理という、そういう考え方が朱子学の中にありますよね。心すなわち理である、で、伝習録に書いてある。それは前回の、あれですね、その前々回かな、格物致知は。これ何回やっても忘れちゃうんですけどね。で、その次はですね、先週やったのは三徳ですね。三徳は、智者は惑わずですね。これは、wisdom is free from perplexity って言ってくる。perplexity、惑わない。confusion って書いて、奥に書いてある、 confusion。それから神社は憂えず、benevolence is free from anxiety ですね。それから勇者を恐れず、valor is free from fear ですね。まあ勇者を恐れず。で、先週は智者は惑わずということを話をして、その時はビデオ、ここにはちょっと背景が、これは神道とかね、神道っていうのはないですよね、このビデオに。だから信徒書いてませんけど、これ書いておいた方がいいかな。俺もうさっき消しちゃったかな。どれだっけ、これか。どこだったかな、もうさっき言ったのは信徒、ここら辺かな。あ、最後だ、これかな。あ、これだ、神道があって。これですね。で、このビデオには書いてないんです。授業、仏教、儒教は、誰だ？で、ほんとここにこれ入れないといけない。このビデオにはないが。だよね。で、これを、智者惑わずって話をして。で、あと、いくつかね、
同士の話もしたけど、でこれは15にしてまた学校を出すっていうのは、あの Learning at 15 years old っていう話をしたけど、あのそんな人は滅多にいないよって話をしたと思いますね。ここではあの地の人は惑わずっていうのはもうさっきと違って惑わずってパープレクシーじゃなくてノーコンフュージョンって言葉を使ってますけど、ワイズマン has no confusion ですね。まあどっちでもいい。でここでの漢字はね、 If you just read the news or newspaper it won't help no matter how many years you have been reading。まあ、何年飲んだって新聞読んでるだけでは 何年読んだって意味ないよねと、そういうことなんですね。これはねまた奥が深いんですよね。議論しないと discussing and exchanging ideas ってしないとダメだって言ってるんですね。今のニュースはですね、ここで言ってるようにね、あの exactly this is exactly the same asPre-war headquarters and today's tendency って言ってるんですよね。それからあの事実でこれ講師の話で、そう三人虎をなしってやつね。あの講師じゃない、これは戦国策ですけど、あの本当のことを言っても If you are telling the truth, nobody believes it。誰も信じてくれない。まあそれはそうですよね。事実は作り話よりももっともっと奇々怪怪なんですよね。だからその3人人が言うと If the three people say there is a tiger in the place, others will believe it、ね、それから木の幹 tree trunkあの木の幹をたわめると曲げたと言えば、ね、それが曲がってしまうという10人の人が翼が なくても空飛ぶって言えば空は飛ぶんですよと。 Rumor spread by many people can fly high in the sky even though they do not have wings。 まあそういうことですよね。そんな話をした。だから戦後あのアメリカ軍のワーギルトインフォメーションプログラムで慰安婦の問題とかね、大東戦争とかみんな嘘で固めた話をしたら、日本人は全くそれにね馴染んでしまったっていうか、まあなんとか思想操作されちゃったみたいな。ここに書いてあるように What has happened is hard to judge。 起こったことは何が正しいかわからないですよね。だから人を責めてもそれは、ね、責めたって何が誰も正しいかわからないと。まあシリアの話もしましたよね。あと裁判の話をしましたけど裁判官私に言ったのはI judge in accordance with the law and don't represent the truth。 本当に正しいかどうか、正しいことに基づいて裁判なんかしません。まあ法律に基づいてやるだけですよっていうふうなことですね。それからもう一つは視点を持ってですね、 You can't understand him or her if not from his perspective, if not from her perspective。相手の立場に立たないとあの理解することはできない。これは難しいですね。相手の立場っていうのは相手の first 心ですよね。 first 何考えてるか分かりませんからね、立ったつもりだけど、難しいですね。品質管理、海外の品質管理とかベトナムの高速道路の話はしましたね。で今日の話もそうですけど、 However, there are some cases when some
companies don't want to cooperate with you now and then. どっかであなたを切ろうとしてるかもしれない。まさしくさん、カンパニーですね。エージェントカンパニー。だから、ここでは書いてませんけど、そうした話、ね、そうした話、だからその、at those moment, enterprises, you should grasp opportunities to clarify their own consultation to government or the relevant organization. Their own consultation って何をとか言ってませんけど、さっき言ったことですよね。提案書持ってったらダメなんですよね。儒学ってのはそういうとこなんですよ。何をする、何をしなさい、でも中身何なんだってことは書いてないんだよね。あとここではその正論を最初っぱなが持ってっても否定されてしまうから、その時期を待てっていうわけですけど、まあ別に他の場所でも書いてありますけど、この下の方でね、これはあれですけど、知ですけどね、知人言うの言うの方に書いてありますけど、まあ正しいこと正しいと思ったら、場所事業をわきまえず喋れっていうところがありますからね。で、これは先週までやったことですね。で、今週のテーマはですね、Next, let's talk about the benevolence ですね。Benevolent。Benevolent と形容詞あるかわかんないけど、Benevolent man has no worries ですね。人は憂えず。ですね。これはまあ、これはですね、ベネボレンスはね、もしですね、not conveyed effectively って、not conveyed your intention, your mind effectively。これは相手を思いやる子が相手に伝わらなければ意味がないっていう、そういう意味で、英語ですね。ミーニングレスというね。それからあと、この英語ではですね、better convey this mood って、ムードっていうのは考え方ですね。心。相手の心の状態ですね。だから、learn to stand to others' shoes。others' shoes。他の人の shoes。靴ですね。立場に、stand、in others shoes とこういうイディオムで相手の考え方の立場に立ってって言うんですね。そういうことですね。それからこれ先週も教えましたけど、the ability to understand the nature of things、 物事の本質ですね。 very important、物を本質ね。だからここで言ってる物事の見通す力ですね。見通す力。だから、that insight、そういう見通す力をね、you don't cultivate、身につけていないとですね、you cannot judge your own environment、ね、your own environment。授業を得た思いやりの心を他人に伝えられない。You can judge your own environment and you won't be able to bring appropriate comfort to other. Appropriate comfort to other. これは何言ってるかというと、comfort to other. 相手に思いやりを得た心を他人の人に与えることはできないということですね。だから、この相手の気持ちを探る、understand other mood。気持ちですね。確かめる。確かめる。Have the courage first.、だからもしその、勇気がない、lack courage だとするとね、cannot really handle others' psychology.
ですね。I cannot convince them ですね。まあ、やらなきゃ何も起こんないんですよね。うん。だから、もしかしたらそう思ってるかもしれないですね。だから、まあ、ジンを例、まあ、どちらかとこう言ってるのは、そのどちらかとバロアの方の言葉を言ってるような気がしないではないですけどね。だから、ウィズダムっていうのは、なんていうかな、そのウィズダム、要するにウィズダムが一体何なのかっていうことは、ここでは言ってないんですよね。儒学っていうのは不思議ですよね。ウィズダムって何ですか？さっきの話じゃないけど、じゃあもっとより良い提案書を書けばいいんですかっていうふうに多くの人は誤解してしまう。そうじゃ、ここで言ってそうじゃないんだよ。もっとこう後年の木とかね、もっと大きなスケールでね、周りを見渡して、そんなんでいいんですかっていう、今あなたちょっと考えてるの小さすぎませんかとか、ちょっと息をついてください、もっと大きなやり方がないですかとか、相手をどう抱き込むのかっていうのは、それはどういうことをすればいいんですか、もしくは人脈は取れませんか、取れないんだったら競合会社何か組めませんか、提携とか合弁とか何かできませんかって、そういうふうなこう何とか経由壮大っていうか、まあ習近平のが得意ですよね。一帯一路がそうですしね。だから、うん、彼らビッグシンクですよね。そういうのってアメリカ人も得意ですけど、ビッグシンクってよく言われましたよ、僕も若い頃はね、うん、それでもってその10年早くインターネットをソニーに入れちゃったんですけどね、ビッグシンクですよ。だそれはある場合には野望ですよね。トランプも今それやってるんですけどね、野望ですよね。失敗したら世界こけちゃいますからね。米中戦貿易戦争始まっちゃいますからね。それはしたくない。でも既存のね、その、まあ、中国みたいにその貿易でいろいろそのプロテクションするやつがもう何十年も続いてきたんで、トランプもそろそろやめようって言ってるわけですよね。だいぶ中国もやめてきましたけどね。誰かがそういうふうなこうスレッジハンマーって言うんですけどね、建物壊スレッジハンマー、建物壊すでっかいハンマー、コンクリートの鉄の塊をスレッジハンマーを誰か拾い下ろさないと世界変わらないって、彼はだからスレッジハンマーなんですよね、うん、だから例えば気象変動もやめたって言ったのは世界大騒ぎしてるけど、まあここだけの話ですけど、やっぱりうるせえおばさんちょっと黙ってよみたいな感じだと思うんですよね。もう本当にうぞうぞうがいっぱいで、あることないこと二酸化炭素ガタガタ言ってきたけど、もういいよみたいなね、なんか過保護すぎないと環境に対してっていうのがトランプの考えですよね。だから全部やめちゃうよと、もう一回ゼロベースで考え直そうよって言って、それはね、どんな場合でもね、こうやってだんだん尾ひれがついてきちゃうんですよね。だからそこの人は憂えないっていうのは、だから要するにベネボレンス、相手を思いやる心っていうか、耐えるっていうか、相手を思いやるっていうのは一体その自分が、例えば相手人というのはもともとね、相手が自分を愛してくれるとか他人がどうのっていうものじゃなくて、自分自身の耐える心っていうか、相手に対して思いやる心のことを人って言うんですけども、じゃあその人って一体何なのかっていうことをやっぱり考えていくと、自分自身の心、要するに修身でしたか、カルティベートセルフっていうか、修身ってそもそも何かっていうと、さっき言った広大な心、後年の木とか、宇宙に身を置いた自分のもっと大きなスケールで物を考えるとかっていうのは背景になきゃならないですよね。だから自学ってややこしいですよね。相手を思いやる心があれば、要するに相手が僕を愛してくるなんて思わないで、自分が相手に対して思いやる心があれば憂えないって、初めはそう思いますけど、そんなぐらいで憂えないってのはありえないですよね。だからね、やっぱりその自分がアクションしたことが失敗したりすれば、当然憂いが出てくるわけですけども、
そうじゃないんですよね。もっと非常にスケールでかいものを考えてくれば、今やってることは小さいよなみたいなところが多分にしてあるんですよね。小さいってどういうことかっていうと、さっき言ったように、いくら提案書工夫したって、それは負ける負けは負けなんでね、違う視点からデシジョンメイキングされたら負けちゃうわけですよね。で、違う視点からデシジョンメイキングされて負けない方法ってのは、負けない方法をもっと宇宙の広大なスケールで考え直すと、やっぱりそのもっと違う視点で提案書いくら工夫してもダメだよなみたいなことになるわけでね。で、そういうふうな、こう、なんていうのかな、そのアスペクトを変えてものを見るとか、ビッグシンクするとかっていうことをできるようになれれば、人は憂えずってことなんですよな。だそう、から、理解するっていうのと下に違うってことですよね。身につくとか身につけるとか、その絶えず実践し続けるみたいな、それは単に理解するっていうのとやっぱり違う。違うっていうことが分かります。相手は人を思いやる心って、じゃあその思いやる心って何なのか、心を伝えるとき心って何なの、本当に。あ、じゃあ自分の思ったことを思いや、相手からバカかって言われちゃうんでね。そうじゃなくて、あとの心をもっと違う視点に心を置いて、社長に話しないとバカだって言われちゃうわけですよね。だから、自分の気持ちをどう伝えるか、率直に伝えれば、think straight, talk straight ってアクセンチャーの、文化あったけど、think straight, talk straight って言ったら、お前バカだって言われたやついたけど、バカですよね。じゃあ、この知人言うっていうのは、だから三位一体というか、ここに書いてあるように、人を実践するには物事を見通す力も必要ああ、だし、時には相手にそれを聞いてみるということも必要で、だそれぞれ別々のものではないということなんですね。だからインサイトですね。ここでインサイトって言って、カルティベートインサイトって言ってるんですよね。だからその洞察力ね。物を見通す力、洞察力が必要だってね。だから、じゃあそれは物事を見通す力って何なんだっていうと、今言ったようなことなんで、それは自学でお前勉強しろって言ってるんですよね。だからすっぱなしですよね。だから一般の人はそこまで考えられないよね、すっぱなされたら。洞察力ね、洞察力って何でしょうって、洞察力っていうのは何でしょう、それはあなたの置かれた立場によってみんなそれ違うんでね。相手の心の状況を読めないっていうけど、心だけじゃなくてね、いろんな関係が、いろんな事象が周りうようよしてるんだけど、そういうことを判断した場合に、今までのやり方では絶対勝てないっていうのはあるわけですよね。で、それをやっぱりその見通して、で、どうしたらいいのかっていう、そういうふうなね、自分の気持ちをですね、どう考えていったらいいのかっていうことを、考えていかなきゃ、何を思いやるのかって、思いやる、やる心が間違ってしまいますよね。だから相手に対して思いやる心と、相手に対して何を思いやるんだって言った時に、洞察力が何を洞察するんだってことがはっきりして、何を洞察するのかって、これは一番難しいことですよね。だからこう枠組みはくれるけど、何なんだっていうのは教えてくれないんですよね。その何なんだってなぜ教えられないかっていうのは、もう TPO、TKO でもう全然千差万別で、何が何だかわけの分かんない現実の世界があるからね。それは儒学ではね、竹の板にはかっきりなかったんですよね。だから格物致知の格でさえね、三万字の漢字が、後世の人はそれいろいろこうだろああだろうって言ったけど、当時はもう格物の格物致知しか書けなかったんですよね。人は憂えずってもそういうことですよ。人って何なんだったら、もうそれは本当に言いたいことはごもっとあるんですけど、それはなかなか難しいことですよね。だから、ここに言ってる通り、コンフューシャニズム does not teach us how to seek help from others、 他人から助けてもらえる、 or how to get the understanding of others、 他人からの理解を求める、例えば、or how to get love ですね。But it teaches us to do self-cultivation。 全部自分の努力しろよと言ったんですよね。なるほど。だから、要するに、一つの視点としては、
売れないのは自分相手が自分を愛してくれないから売れるんで、そうじゃなくてセルフカルティベーションだっていうふうに言ってる、まあ、それも一つの、その儒学者としては言える言葉ですよね。だから誰もがね、 Everyone has desire and worries、 だから誰もあの期待したりね、あの欲求とかそういうのあるわけですよ、心配することもある、だからね人を売れるんですね、うん、だから心が悲しくなる、 unable to extricate himself、 自分を解放できない、 sad mood、 悲しい気持ちになるんですね、憂えるとですね。だから他人も no longer seek love others、 他の人は自分を愛してくれないと求めなくて、あのそう求めない、そういうことになればね、 futile worries、 無駄な悩みはないんだと。じゃあ求めなければ何も起こらないじゃないかっていうけど、相手を思いやる心っていうのは、例えば別に求めるわけじゃないけど、何を相手を思いやるのか、何を思いやるのか、例えばそれは仕事であればどういうことを提案するのか、そういうことがしっかりしていれば売れない、そういうことですよ。まあまあ、だから儒学っていうのはこう読むんじゃなくて、あの考えるんですよね。だから例えば見方を、男と女の関係で言えば、あのこれはもっと難しいのかもしれないけど、人は憂えずっていうのは、相手を思いやる心っていうのは、前も言ったように人っていうのはペーシェントって耐えることだ、で耐えるってことは、じっと耐えるってことはどういうことかっていうと、相手の心が変化してくるのを、もしくは相手の言ってることを自分はそのまま受け入れるってことが憂えないことなんですね。だからどういうことかっていうと、さらに一歩進めると、相手が言ってくることをそのまま受け入れると、相手は誤解して彼女が言ってることを相手の男の人は理解してるかっていう誤解をして、相手の心がなびいてくる、それがあの耐え忍んで物を聞けということなんですね。だ自分が物を喋ったからといって相手があのなびいてくることは絶対ないんですよ。相手が喋ったことを賛同することによって、要するに相手が喋ったことを賛同することによって、自分自身の心の中で収めることによって、あの愛情が自分に来るんですね。それを昔の人が言ったんですね。だからペイシェント、中井東條が言ったわけですよね。だから奥が深いんですね。思想はこれができないですね。先週言った時はそれを収めて、反論があっても一晩我慢しなさい。で一晩我慢すると、ほとんど 99% それをあなたの心の中に受け入れることができるようになりますということで、人なんですね。だからそう受けられれば悩まない。で、そこで、そうじゃなくてですね、相手が言ってきた、奥さんが言ってきたことに、その場で反論してしまうと、いさかいが起こりますよね。なんでこの場がこんなこと言うんだろうって、憂えるわけですね。もっと進めて言えば、それはビジネスの世界になってくると、相手を思いやるってことは、相手って何なんですかって、会社のことですかって、会社だったら会社の将来ですか、それともあなた自身ですか、それともあなたの上司ですか、もしくはあの役員の中でもその一般の社会通念を重んじる人たちに対するアグリーメントですか、それともやっぱりあのリボリューショナライズされた人たちに対して、もっと上の方ですね、リフォーマーに対しての意見を言うつもりなんですか。それによって人の中身は変わってくるんですね。思いやる心、誰を思いやるのかっていうのは変わってくるんですね。そこまでは儒学を教えてないんですよ。あなたどこに身を置くんですかっていうことは教えてないんですね。人を思いやる心しか言ってない、ね、だからそうか、それはその改革とかその先進的なことをあの反対をしたり、それを最初は快く思わないことを人がいるということをやろうとするときは、そういう人たちに対して人の気持ちを
しなさいということですね。いや、そうじゃないと思いますよ。ここで儒学の場合はそうじゃなくて、やっぱりそのそういう人じゃなくて、あなた自身がね、相手を相手に対してどう思いやるのかっていうことを考えた場合に、うん、人、思いやる人って誰なんですかっていうのは、儒学の場合にはですね、やっぱりあなた自身が思ってる人のことなんですよね。で、要するにそのごまをする相手が人じゃないんですよ、儒学では。うん、だからあなた自身が心の中に思ってるこういう人がいるかもしれない、もしかしたら、もしくはこの人は僕を好きなのかもしれない、うん、もしくはこの人は僕と同じ考えを持ってるかもしれない、そういう人を思いやる心なんですね。うん、だからそのごまする心、要するにおべっかを作るするための人じゃない、人っていうのはもっと崇高なんですよ。なるほど。だからその要するにその社会通念を重んじるやつなんかもうどうでもいいよっていうのは自分の気持ちあればね、うん、そうじゃなくて自分が当たり障りなく生きていこうって言った時の自分自身が人っていうのは、今高橋が言ったように当たりの障りのない人に受ける思いやりの心ですよね。うん、で普通はそうじゃなくて、やっぱりなんか会社を変えていこうとか、うん、もっと良くしていこうと思う人は、そう思う人っていうのは誰なのかってことを探さないといけないですね。うん、でその人は言うは恐れずってのはその次だけど、そういうふうなことをその探そうするときに、まず役員会で行ってみると大反対食らって、うん、ああこの会社には僕の考えを持ってる人いないんだと思えば、その人っていうのはやっぱりその何ていうか、もっと社会通念的なおとなしいやっていこうっていうのは、自分もそれに合わせていく必要があるなっていう、そうなるわけですよね。よくせきそういう人がいなかったら自分は辞めちゃうかもしれないけど、そういうふうに平凡にやってきたかったら、じゃあそういうふうにするしかないなと。もしかそういう可能性があるとすれば、しばらく2、3年我慢しようかな、そういうことですよね。で、だから人というのはそういう人を思いやる心というのは、そういういろんなパターンがある。まあ、通常はだから人というのは自分が思っているような、こういうふうにしたいという人を探し出す。それは会社だったらね。だから女性だったら自分はこの人好きだなと思っているけど、そういう好きだなという思っている気持ち、思いやる気持ちですよね。それ人。それどういうことかっていうと、やっぱりその対人関係1対1の場合は言ってることを受け入れるっていうことですよね。ペーシェントね、人は、うん、思いやる心ってのは、まあ、忍耐する心ですから。で、愛を求めるんじゃなくて、愛が入ってくる、相手の言葉をリスンじゃなくてヒアリングできるようになれば、愛が入ってくるんですね。うん、うん、だから売れないですね。なるほど。難しいです、ね。難しいんですよ。だから、なかなかね。ちょっと奥が深いです、ね。奥が深い。だからね、儒学はね、もう割と疲れちゃうんですよね。いつもそうですけどね。それから、あとこれは、女房に話するときは必ず、I love you, thank you っていうのは、ね、think of, I love you, thank you ですね。うん。だから、stand in her shoes.要するに彼女の立場になってね、物事を考えなさい。で、そういうような言葉はね、such language, I love you, such language, become a reflex, 反射作用ね。反射作用。どうなんだっけ、なんていうんだろう、反射作用。反射神経ね。reflex, automatic, 自動的にね、何度も何度も繰り返しなさい。ね。10,000 times.Repeated 10,000 times。 そういうことしてもですね、壊れるって口論ね、 Don't give up ですね、okay、だから口で言わなくても、 The mouth not to say out、 口から出なくても心の中で In your mind で I love you, thank you って言いなさいってね。それがね、もしそういうことを続けてると It becomes a habit、習慣になるよ。あとそんなバカげたことは、そんなことは。If you might think it's silly, no, 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 no. Exactly the heart of the benevolence. Exactly the heart of the benevolence.、ね、そういうもんなんだ。だからこれは誰もが経験しますけど、
It is always hard to tell your true feeling because of your status, fame, money, and family. だいたいみんなそうですよね。で、その次にですね、The brave man have no fear. Valor has no fear っていうのがありますね。You は恐れず。この恐れずっていうのはね、なかなか辞書で出てこない。この字を書くんですね、恐れず。ですから、enough determination and courage to expose his real source in front of others.、ね、そういうことですね。もちろん、benevolence は重要ですけれども、言うは恐れずとそういうことですね。だから自分の思っていることを今言ったように、ね、そのまま言っちゃうとですね、まあ、こういう関係がこじれるんじゃないかという心配があるんですね。まあ、そのまま言う。You call a spade a spade. 本当のこと言う。Call a spade a spade. ね。だからそういうことは、しばしばやっぱり心配だっていう。地位とか名誉がね。本当のことをね、思ったことを言う場合には、特に勇気が必要になってくる。ということですね。It's not easy to open his heart to people. ですね。うん、でその次にですね、これですね、自分で言わなければ相手に気持ちが通じないっていう、そういうことを言ってるんですね。まあ、If you don't express your feeling, no one knows it. 誰もそれ分からない。Although this is a common sense of interpersonal communication, many people cannot do it, especially Japanese. ね、だからお互いの心を自分が言わなければね、それはね相手に通じない。まあ、いろんな機会とかいろんな場合にそういうことがあるわけですよね。そういうふうなことですね。まあ、次に中庸の言葉を引用してますけど、これは知人友と同じなんです。同じですね。使っている単語は違います。To practice with vigor is to be near for magnanimity. Magnanimity っていうのは寛容さ、寛大さですね。vigor、元気。これは、To fond of learning is to be near to knowledge.学校を学ぶのは、地に近くってノーレジ言ってますけど、ウィズダムじゃないですかね。これ多分どこかから持ってきたと思うんですけど、まあノーレジ、まあこう中国語を英語に翻訳したストレートに訳したのどこから持ってきたんでしょうね。で力行は人に近く、人っていうのはマグナニミティって言ってるんですけどね、力行ってエナジービガーですね。それからあと恥を知るは言うにしかし、これも To possess the feeling of shame 恥を知るは To be near to energy ってエナジーが字に言うにしかいっていう、でどういうことですかね。後ろの方でね、これは自分の恥を率直に認めることのできる人は勇気のある人だということですよね。うん。どうですか。まあだから This energy means the courage って言ってますよね。You should have the
courage of your conviction, whether your surroundings are not in the mood to accept your opinion or not ですね。まあ、でここら辺どっかで、ね、読んでて思ったんだけど英語とね日本語はね違うんですよね。ここら辺も違うのかな。要するにね、もともと翻訳した人がね、あの元中国語の儒学を僕より詳しくてね、英語の方がいい場合があるんですよね。で私の間違いを正してるんですけどね、日本語直してないけど、中井東寺は自称意っていうですね、 Time, Place, and Person ですね、その場その立場をわきまえてね行動しなさい、うん、だ一番最後のところ It means to judge things by combining the other situation and both position、 だから両方のポジションと相手の立場っていうものを考えてね判断することを意味する自称意は、でこれはもともと中井東寺が言ったのはあのどういうことで使ったのかというと、彼はですね The most appropriate policies in the light of changing times and national mood、 ナショナルムード、国民、人民、庶民、生活感情、ムード、これは生活感情、ムード、それからこれは changing times、 変化する時勢ですね、それからこれは大事なことですね。 It may be difficult to detect that your wife's hurt no longer lies in you、 要するにあなたの妻の気持ちがあなたの心から離れて、すでに離れているってことに気づかないかもしれない、見落としてしまうということですね。まあ昔は僕のはしょっちゅうありましたけどね、うん、だからこれはまあ例のこと言ってますけど、礼儀はお互いの尊敬を維持するための暗黙の約束であり心の乱しみである。これ人が具体的に出てきたものが礼だって言うんですね、プロプライティだから、そういうのを見ていくと、うん、プロプライティ is a set of convention、 これはコンベンションと社会的な慣習ですね、 set of convention、外に出たもんね。 People make to maintain their dignity、 威厳を維持するための社会的で、例というのはさっき言って威厳言いましたけど、威厳を持つのプロパライティだから、皇室はもう礼儀、礼儀300、儀式3000って言ったかな、礼儀300、儀式3000、ものすごい行事がいっぱいあるんですよね、天皇家には守らなきゃいけない、あのこうコンベンショナル慣習がいっぱいあるわけですよね。それをずっと守ることによって maintain their dignity なんですね。それをプロプライティって言うんですね、うん、だからあのあだからあの although person who has manners seems educated、 マナーを持った人が教育されている、要するに礼儀を身につけた人があの教育されているとしても、教育されているようだけれども、本当の意味はですね true upright person、 それは本当に true upright、 背筋をピンと伸ばした人ではないですね、その礼を教育されたとしても、そうじゃなくてあの fundamental things of propriety is to be honest and upright and not to embarrass them、人を困惑されたりしない、そして正直でアプライド、まあ、精錬さを持って背筋をまっすぐ伸ばしていることを言うんだと。ということはこれはまあ僕が書いた言葉ですけど、今私だったらそれは人を表現するのが礼なんで、礼っていうのはやっぱり中身が、人っていう中身が伴わなければプロプライティじゃないよと
ていうのが正しい言い方でしょうね。だからこれはこの英文はちょっとよく分かんないというか、文法がね、意味はだから to listen to and acknowledge what other people is saying、 だから他の人とか言ってることをですね、ちゃんと聞いて、それで理解する気持ちが本心から出てこなければならないという、そういう意味なんですね。だからまあ話の下の本心からその相手に共感を持って肯定しようという気持ちを持たなきゃいけない。まあこういったような基本的なヒューマンコネクションというんですかね、原則 The Principle of Japan's Human Connection というのはね、やっぱり Come from Family、 家庭が原点ですね。この次はですね、これあれですね、前の、まあ、石油会社の社長とね、以前話した時の会話をそのまま書いてあるんですね。で、ここで言ってるのはね、社長が言ったのは、We have been all together for more than 50 years. だからね、just like air だと。Existence of her is just like air. ね。だからね、もちろんその愛してるなんて言う必要ない。Not unnecessary to say that. 愛してるって言う必要ない。ね、僕が言ったのはそう思っても、彼女はね、そうじゃないかもしれませんよという。彼女は離婚しようと思ってるかもしれませんよと。Divorce with you って言って。ね、そんなバカないと。That is not possible って言ったわけですね。でもそれはどうかなというふうな会話をここに書いてる。だから、People already take it for granted、 当たり前だと考えてるかもしれないけど、And lack the courage to discover the truth、ね、lack of that courage to discover the truth、 真実を、ね、見出そうという勇気に欠けてる。で、ここではまた戦国策の引用してますけど、これはいい言葉ですよね。愚者は政治に暗くて、バカなやつはね、怒ったことに対してもよく分かってなくて、知者ワイズマンはね、見法、まだ怒ってないことを見ることができる。The foolish man does not understand what has happened, and wise man can notice something before it's revealed. だから、バカなやつは怒ったことすらよく分かってないし、賢いやつはまだ起こってないこともそれを予知することができるって、そういうことです、うん、そういうことですね。だから人間は死ぬまでね、一人の人間理解できない。だから those that to say those closely involved cannot see clearly っていうことですね。だから心の状態、気持ち、You don't even know the mood, her mood ですね、うん、まあ定年離婚が多いのはそういうことだって言ってるんですね。 Retirement age to divorcing ですね、定年離婚ですね、うん。だからまあそういうふうな、まあここにさっき言ったあれですね、 Notice something before it's revealed という、見法に見るという物事を事前にね、それを察知する、これが必要ですよっていう。でこれ次はですね、先ほど言ったOpen your heartAnd speak the truth. Don't be afraid of others' reaction. まあこれは言うは恐れずですね。ですけど、まあさっき言ったように辞書意がありますからね。いつ何でも同じこと、そのための対応も必要ですよね。まあ
特にそうですね、一番分かりにくいのはやっぱり女性関係ですね。だから You should always worry about what the other person will think if you really open up。 あなた本当のこと言ったらね、相手の人は何を考えるのかってことについていつもあなた心配してる。だから In fact, you just need to think about what to say if the other is opposed to your words。 Is opposed to your word。 Your ですね。 Opposed to your word。And there will not be barrier between you。 だから事前にね、相手がどう反応するか、もしネガティブ、オポズと言う、言う、その時には言葉を考えておけばいいんだ、何も心配することない。それからもう一つ大事なことは、keep calm to say what you find hard to say。 keep calm、 心を平静を平静にしておく必要あるよって。じゃないとね、You cannot get the trust of others。 他の心がね、カームじゃないと何言ってもですね、相手が信用してもらえないですよ。で、ここでは次はね、トランプの例を言ってるんですね。で、やっぱり世の中はね、散々悪口を言ってきてるわけですけど、トランプのですね、そうじゃなくて、彼がなぜ38%を支持されてるのかということを、そのいい面をもう一つきちんと整理して考えしてあるよって、ここではですね、ジャパン・ US ・アライアンスのこと言ってるんですね。で、トランプ何言ってるかというと、最初ですよ、最初何から言ったかというとですね、バイラテラル・コントラクトと言ったんですよね。ヘムじゃなくて、バイラテラルですね。だから、それをもう一回ですね、考え直そうと言ったんですよね。で、これはもう、以前の大統領で言った試しなんですね。まあ、冷静に考えれば、そういうことなんですよね。全く何も考えないで、彼は、それ正しいんだと。だから彼、台湾にも電話したりしてるけど、なんでみんな台湾に腫れ物を触るようにするんだっていうのは、彼のその気持ちですよね。だから、言う恐れずっていうのは、だから、ブレイマン has nothing to fear ですね、恐れない。言うは恐れない、恐れない、nothing to fear、恐れない。何がある、でもそれは例えば、拒絶されたら拒絶されたで、どうしたらいいのかってことを考えて対応すればいいわけですよね。だから、It's hard for the average person to do so, like this borrower ですね。Speaking out the truth. Very average person difficult to speaking out the truth. だから、トランプは that's why Trump is so popular。 人気がある。ちょっと違う。だからこの文章褒めてますけど、まあ、これはだから、spend his own money だから、彼はあんまりね、he is not affected by others なんですね。だから、彼のラフワード、ラフワード、ラフですから、ひどい言葉ですね。not laugh。 まあ、そうでもない。making it necessary to re-examine Japan's relations with America。 もう一回日本とアメリカの関係をご破算にして考えましょうということだよという、まあ、そういうことですよね。だから、former president ですね、United States はね、just like the ruling class。Who provide fund、 資金を提供したルーリングクラス、支配階層 were reluctant to see fundamental changes in the world。 だから、大統領たちはね、reluctant to see fundamental change、 基本的なことを変えたくない、 because
ruling class, 支配階層で金を出している provide fund for him. So he do not want to reluctant, he is reluctant to see fundamental change ですね in the world because of so-called secular principles and existing order, existing world order ですね。だから、いわゆる世俗的な慣習、そして世界秩序というものがあるから変えられないんですよね。だからトランプが勝ったのはそこに一つあってですね、オバマアドミニストレーションの時はね、 Government resources did not really go to the people in need、 必要な人のところに行かなかった、 but went to large enterprise and rich。 そうですね、なぜかって、トランプは選挙資金に6億ドルも使ったんですよね。その当時の間相手は3億ドルで、クリントンだって4億ドルぐらいですか、6億ドルも使ったんですよね。とそれ6億ドルもらったってことは、当然それに対して彼はね、会社行けないから、だからそういうふうなことで企業の味方をするせざるを得ないんですね。だからオバマでね、その He ended up giving money to big company, big businessesAnd corner the middle class, corner って、中間階層を追い詰めた、corner ですね。凋落させたってことですね。うん、だから、it might not sound reasonable to give money to big business ですね。このように。だから、それからあと、アメリカンメインストリームメディアですね。だからトランプはアメリカメインストリームメディア嫌ってるのはそういうことですね。もう買収されて、ヒラリーなんかね、いっぱい買収しましたメディアをね。とはおかしいって。うん。というふうなことをここでは言ってですね。だから、lost benevolence and righteousness.ね、だからで He didn't play by the conventional wisdom 社会的慣習ですね。 Only did what he likes 彼の好きなこと思ってること Was able to listen to the heartfelt wishes of the general public 一般大衆の気持ちね、心の響かない気持ちに耳を傾けて、だから彼は当選したんじゃないですか、 isn't that why he was elected、 そういうことですね。まあただ彼はバーチューを持ってないんでね、 cultivate self ってないんですね。好き放題ってね、フリーウィリングメソッドですね。がクリスタイされてるよって言ってますね。あと、ジョコビドノとドゥテルテの話をしてますけど、They are not coming from ruling class ですね。だから、not coming from ruling class だから、まあ、それなりのその、アクションができるんでしょうね。というようなことですね。うん。だから彼らはですね、まあ、女性でも同じですよってことを言ってますけど、being outspoken、思い切って言う、willing to act、行動を積極的にするっていうのは、very precious and requires considerable courage、勇気が必要だ。うん。あとはですね、man's mind is unpredictable っていうことで、人の心は分かんない。If you cannot understand each other, I'm afraid everyone will leave you. まあそのままだと離れていってしまうと、ここで例はですね、密教マンダラですね、シークレットマンダラ、ね、皇后大使の話をして、知事子の心身たる
親の心太を知らない。だから要するに、even if relationship between parent and child is good, they don't necessarily know what family means. だから親子と関係が良くたとしても、ね、実際にはですね、必ずしも家族がどういうことなのかということを知っていないですね。それから夫婦の相愛したる愛の愛たることを悟らずということで、あと loving husband wife do not necessarily know what true love is。 だから男と夫婦がうまくですね愛し合っていたとしてもですね、本当の愛が何だかって知らない、必ずしも知らないってことで、お互い理解し合うと難しいよということを言ってるんですよね。だ一人一人を理解する一生かってもできないということをここでは言おうとしてます。だからalways take for granted ですね、their existence and love ですね。だから日頃のその愛情と家族ですね、お互いの絆当然として思っているんですけど、必ずしもそうじゃない。心は見えないから離れていってしまうこともあると。同床異夢、同床異夢っていうのはあれですね、その通りの言葉があってですね、どこかに書いてある。あ、ベッドフェローですね。ストレンジベッドフェロー。ストレンジベッドフェロー。同床異夢と同じ英語なんですね。知りませんでした。相手が相手を一方的に信じるだけではダメだとね。確かめはいけないってですね。ですから、you need to constantly confirm each other's heart っていうのは大事だったですね。だから、まあ、その次の段落も、同じことですね。だから、あと、ここではですね、human heart, 真ん中にね、human heart is always moving back and forth between reason and instinct. 理性と本能と心が揺れ動く。人間いつも揺れ動いてる。Adopt yourself to the reaction of the other person. 他の動いてる。だからその人の、その、人の意見、反応をあなた合わせなさい。ね、the occasion and occasion and the situation of the time、 その場と時の状況ですね。 In other words, そうしないと It will be better to say it first、 言ってみなければ分からない、まず言いなさい。 It will be better to say it first no matter what the result would be、 The first thing to do is to have the courage、 まあ、勇気を持って言いなさいと。だから前言ったようにね、相手の状況をしっかりわきまえて上でその時期を待ちなさいって言ったけど、ここではそうじゃなくて、まあ、ともかく言ってみなきゃ分かんないよと、言うは恐れずっていうことを言ってるんですね。でそれでこれ言うは恐れずで、これで3とか終わりです。やっと今日終わらせようと思った、ちょっと後書きでやっと終わったっていう感じで、こうですね。まあ、これ実際に書いてあります。今の日本人がその今言った三徳持ってるかっていうとそうじゃなく、日本人がこうなってほしいということをやっぱり日本の精神として持ってほしいというふうなことを、もしかってそうあったというね。で威厳って話しましたけど、江戸時代でも儒学をね志、武士を指導したのは300年もある。それを明治維新で捨ててしまったとも惜しいと、まあ、教育上部に残って言いましたけど、戦後は自学機関でさらにそれをね、威厳をなくすようなことをやったけど、もう一回リバイブしませんかって、僕の大東亜戦争の本でも読んで勉強しなさいとこう書いたんですね。だから、その今一度心のすべてのね、鎧を取り払って、善の心を持って、ここには書いてませんけど、核物知事のね、考え方を取り戻してくださいねと。でまあ、この辺もそうですけど、散々喋りましたけど、この本一冊でもこれだけ何回も何回もやるぐらい内容難しいんですね。でそれ時間かかりますけど努力してくださいというふうなことですね。でこれで上巻終わりです、まあ、午前中はこれぐらいですね。午後またありますけど、午後は今日はですね、
あれが、大橋とね、